パチ。よし、アーカイブを見てくれている皆さん、こんばんは。今日の特情報はね、やっぱりこうセブンイレブンで一番いいおつまみはチョリソーです。わかる。ということでね、皆さんおはようございます。こんばんはですね。お日柄もよく日曜日の夜ということはお酒を飲む日だろうと。そうなんや。そうなんです。文句がありますか？ないです。ねえ、せんね。ということでね、せっかくお酒飲みになったし、誰と飲みたいかつって、とりあえず、目とわらべ。この二人と飲んだら、まあ、賑やかになるだろうなと。一番最初、初回ゲストですか、これは。そうなるね。やだ、嘘。やだつって。そうよ。やったね。一番に声かけたわ。任してよ。任して、よろしくね、そして。もうトップバッターよ。そうよ。楽しくなるに決まってるわ。頑張っちゃおう。頑張っちゃおう。楽しい酒、そうね。楽しい酒が飲めるだろうということで声かけましたと。じゃあ皆さん。ありがとうございます。ちなみにそう、乾杯の前にね、何飲むか聞こうか。書いとこう。よいしょ、待ってて。これは。聞いちゃう感じね。聞いちゃう感じ。なんか、試されてんの。どういう？パンちゃん何飲むん？なんだと思う？あ、待って。挨拶してなくね。いや、お前ら喧嘩。俺だよ。男の中の男、歌いメーカーだ。ということで、お二人のご挨拶お願いします。ばあちゃんから。アーカイブをご覧の皆さん、こんばんは。ノリプロ2期生のほおずきわらべじゃよ。よろしくね。大体もうリアタイムだいぶ追いついてきたけどな、今な。はい。はい。はい。生放送をご覧の皆さん、アーカイブをご覧の皆さん、こんにちは。ありがたいな。ひこもりニートタとこもりメットです。よろしくお願いします。はい、します。ずるいな、今の、全員丸め込んだもん、全方位に向けて。そうね、大事。いいな。リアタイムアーカイブも等しくリスナー様でございますからね。ありがとうございます。悔しいな。お酒乾杯しちゃうかも。じゃあしちゃ開けますね。俺も開けるわ、今回。開かへんわ、これ。開けてな。こ、ちょっと待って、歯で開けるから待って。そんな気がする？開けるなんてことあんの？あ、じゃあ、オッケー。爪貧弱？マイクめっちゃ近かったけど。瓶のさ、キャップ開けられんかった、今。びっくり。瓶のキャップを歯で開けんの？開けた。硬かったね。悪ならん？それは硬いやろけど、そんな。歯はね、丈夫なんですね。いや、まあ、鬼やからか知らんけど。なあ、ほら。丈夫なんですね。そうなんや。じゃあ、メトちゃんも飲める？もう。飲めます。よっしゃ、じゃあリスナーもね、アーカイブもリアタイム全員含めて乾杯。乾杯。だいぶいったね。だいぶいったね。一口今楽しいなってたもん。楽しいですね、これね。あ、楽しいやな、これ。じゃあ、うまいな、これな。じゃあ、みんなね、何飲んでんねん。何飲んでんねん。ばあちゃん何飲んでんねん、それ。あ、ばあちゃんは、それはあんた、メーカーさんに名前出てこないの。回ってるね、大丈夫。回ってきた。早いね。メーカーさんにおすすめしました、ミオでございますね。あ、スパークリング日本酒。はい、安かったわ。はい、ミオです。ちなみに私はメイカさんにはおすすめしてませんが、緑茶ハイボールです。え、緑茶ハイボール？大人やん。緑茶ハイボール、ギャッチうまい。やば。ギャッチで美味しいです。大人やね。緑茶飲めんの大人やね。え？ちょっと待って。ばあちゃんとほぼ変わらんかも。緑茶ハイボール。縁側で緑茶ハイボール飲んでるから。え、やだ、可愛くない。うん、え？なんか明るいねって、お天気がいいねっつって。いや、めっちゃそういう時コカ・コーラ飲んでそう。あ、まあ確かにね、飲んでそうよね。ジャンクフード大好きだから絶対チキンとコカ・コーラ食べてる。食べてそう。よいしょ、よくし、ちょっとあのレイアウトいじってか、ちょっと待ってね。あ、よいしょ。頑張ってね。俺はこれでこうやって。で、俺が飲んでんのが、今飲んでんのは最初はビールだろってことで、うん、プリスナー
ウルクエルっていう瓶ビールで、うん、あのライフ先生おすすめしてくれたやつ。へえー、ビール飲めるの？そうよ、ね、飲めるわ。あんた大人やん。まあね、まあね。めっちゃビール飲めへん。わかる、飲まれへん。まあでも嫌いな人の気持ちもわかるわ。うん、なんか俺も何が美味しいかよくわからんけど何とか飲んでるわ。この泡なんなんてならん。いやそう、なんかこうビールを飲んでいるんだと優越感だけで飲んでるから。あーなるほどね、かっこつけ。うん、そう。俺は今お酒を飲んでるんだぜっていうかっこつけ。美味しいかどうかで言うとよくわからん。キリってこと？そういうこっちゃ。おつまみかなんか用意してんの？俺ちょりそうだけど。スルメイカ。スルメイカいんねん。熊本復活の地鶏ジャパンフライドポテトにしたよ。復活の地鶏？最高。復活の地鶏にした。地鶏めちゃめちゃうまい。地鶏って何なんだろうね。地元の鶏のこと言ってる？うん、地上の鳥じゃない？あー、地上に生息している鳥のことね。そうそう、地上に生息しない鳥って何も？いや、でも空に生息してる鳥がほとんどじゃないの。寝る時ぐらいはさすがに地上降りてくるんちゃう？知らんけど、知らんで、あれはもう鳥の生態詳しくないけど、空中で寝たりはしないのか。うん、多分な。あー、なかなかやるやん。鳥も大変ね。複雑。うん、鳥も複雑、いろいろ事情があるからね、鳥にも。そう、じゃあ皆さんお察しの通りね、今回テーマなどございません。適当に飲んで適当に話します。察しておりましたよ。はい、なんかすごい今日ヌルヌルしてるよね。そう、ヌルヌルしとるとか、ね、うん、テンションとかもね。いやいいよ、全然全然素晴らしいよ。で、困ったたびにマシュマロを眺めると。あ、なるほどね。いっぱい来た。なんかめっちゃ来た。あ、やったじゃん。やったじゃん。困ったらいくらでも補える、ね、いくらでもある。それこそ、あるやん、ほら、マイクラ肝試し。はいはい、ね、我々3人で出ますけれども、新しい、うん、そうなんですよ ね、ほら、大丈夫なんですかってマシュマロ来てたよ。ほら、まあ、無理っちゃ無理。無理っちゃ無理なんだ。無理よりの無理。無理よりの無理。うん、なんか、無理なんだけど、うん、ホラゲー配信とかあるじゃん、うん、ああいうので全く前に進めなくなってしまうタイプではなくて。あ、なるほどね。怖い、でも進まなきゃっていう、その葛藤で発狂してしまうタイプ。痛さ身に合うんだ。めっちゃわかるその気持ち。自分を追い込んでしまうタイプやね。確かにな。プライベートやったら自分のペースやれるけど、配信だから退屈させていけないと。そうなんだよ。はい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 、はい、画面何回もあかんってなる。なるほどね。メニュー画面ずっとってあかんわと。でも怖いみたいな。なるほどね。知らんころは葛藤で発狂しちゃうタイプね。どうする？ちょっとマイクラやからって舐めてない？舐めてるよ。ちょっと舐めてる、普通に。うんうん、あるある。わかる。舐めてます。いや、だからさ、全然舐めてみてる。俺ら3日やん。3日の夜に出番やんか。3日ね、うん、で、2日さ、ちょっとあのオープンのワールドだからそこで遊ぼうかったのしてたやん。ああ、してるな、してるね。で、怖いんがさ、なんか去年のやつとか遊べますってなったやん。はい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 。その去年のやつ流れでやってみるかってやってみてさ、ガチ怖くてマジヒーヒーながらクリアしたらさ、うん、次の日めちゃくちゃ多い感。いや、今日もやるのかこれっつって。全然体調悪くなる。予定入るね。ぶっつけ、いきなり本番がいいよな。うん、なんか、うん、なんかうわ、で、でもちょっとやりたいけど、なんかさ、うん、あったじゃん。こう事前にこう説明していただいたじゃん。うん、ここはこうですよとか。うん、なんかそれを聞いてたらさ、ちょっと前のステージも気になる感じの。うん、わかる。いや、わかるんよな、それ。うまいよ。なんかうまいね。うまいよな。うまいよね。でも全バカうまいの。そう、全部やるなあかんやつやんってなって。もう全作うまいなあれな。全作やってまいたくなるやん。なるやんそれ。あれはやるしかないもんね。で、あの動作説明というののプレゼンステージテージやってもなあれな。もう結局、うん、本当に、うん、もう遊んでくださいね言うて、まあ、おもろそうやったから実際、うん、だって遊ばしてくれたし、そう、うん、うちらなんかもう説明若干ちょっとそっちのけで遊びたいみたいになって、あれやりたいみたいな。いや、ちょっとメイクさん2回もアレンジしてたもんね。あれ悔しかった。ムキムキなってたもんね、ちょっと。ね、
そうやりたいですね。みんなにも見せながらちょっとやりたいよね。なんかね、もう自給者さんとかも回ってはってさ、うんうんうん、それ見てるのに見れへんわけよ俺は。うんうんうん、自分が見てる実況者の人がそこをプレイしても それ俺は見れねえわけよ。そっかそっか、うん、だってさ、ゲーム実況者さん、うん、なんていうの、部門パート部門、うん、みたいな感じで3日間ぐらいやってる、うんうんうん、そう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 、うん、いやーマジで見たかったけど、目ともクリックするのめっちゃ我慢した。おすすめ出てきたけど、おってなるんよ。そうなんや、おすすめめっちゃ出てくるよね。おってなるんやけど、もうクリックせずにみたいな。えらい、見たか見たかんって。いやーホラー系はネタバレ食らったらな、新鮮なリアクションがお届けできないからね。そうなんだよ、取れたてほやほやのやつみたいな。そうそうそう、新鮮味が大事やからああいうのって。こっちも結構命がけでいくから。そう。そうねー、気合いいるよねー。俺もおもろそうやからっつってさ、一人やったら俺さすがにやらんかって。別に、うん、ほらあんまり興味ないしなみたいな。うん、うん。まあでも三人でこの三人でやれるってなったらさ、まあ賑やかそうなホラー系実況になるやんそんなん。あるねー、うん。なんかホラー苦手な人でも笑って見れるやつ。あー、まあ確かに、うん、俺らが騒ぎすぎて逆に冷静になるやつ。いや、わかる。あるよね、絶対それ。リスナーさんはもうそうやって見れると思うわ。そうなん、それがやりたくて。いや、やりましょう。いつか楽しみだな。好きなだけ騒ぐ。うん、誰も止めないよ。いや、誰も止め、もうだって、うん、まあ進むか、進めばいいな。前に進めばいいわな。そうなんか持ち時間大体1時間、2時間持ってて1時間半もあればまあ終わるみたいなこと言ってたけど、うんうんうん、俺らもな、どうなるやらって話を。いや、ほんとよ。ほんとよ。ほんとよ。いけるいける。いけるいける。いけるいける。いや、どっかしらではちょっと名を刻みたいな、この3人の。名を刻む。聞きたかった、聞きたいことありました。どうぞ。何？なんか3人の呼び方ないんすか？あ、そういえば、そうだね。メトワラベとオレみたいになってるもんね、今。だってメトワラベイカだよ、ここのサーバーの名前。あ、そう、サーバーメトワラベイク。ベイカになってる。ベイカちゃんになっちゃってるから。ベイカちゃんだよ。何がいいんだろうね。何がいいんだろう。そういうの考える才能ないん。ゲラーズは大概やろ。マジでない。え、メッサーなんかネーミングセンス良さそう。大丈夫、デーモンハンターとかなるで。由来が全くわからん、その、うん、いや、うん、由来とかもない、響きだけ。響き、ダークドラゴンみたいなね。そうそう、うん、あー、いいね、うん、いいね、うん、ドラゴンの綴り R と L 間違えてるみたいな感じだな、そんな。あー、かっこいいかも、うん、そうなる。デーモンハンター絶対になっちゃうけど。いいや、いいや、いいや、いいや。なんか、なんかないかな、フォレストソング。鬼って英語で何？鬼、鬼デーモン、あれなんだ、え、デーモン、鬼デーモン、フォレストソングデーモンにしようじゃん、うん、フォレストソングデーモン。あ、コモリの森と、うん、歌いの歌と、ばあちゃんの鬼のデーモンね。ばあちゃんの鬼で、うん、そう、フォレストソングデーモンでいいじゃん、かっこいいやん。デーモンでかろうじてかっこよさ出してるけど、フォレストよ。フォレストどうなん。そうやな、フォレストソングはかっこええ要素ないな、まだ。うん、デーモンが落ちに来てるから、まあその雰囲気出てるけどさ。うわ、デーモン締まりがね、結構あるよね。SFSD 略して。FSD。ちょっとかっこええな、そうなると。FSD ちょっとかっこええな。フォトショーのデータみたいだな。気づきまで書いたまま。かっこいいや。かっこいいね、かっこいい。フォレストソングは確かに癒し要素なの、確かに。そうそう、森のさっきビョ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 とかって聞こえて。癒しだけじゃダメだからね。あ、ここでデーモンでクッ、強さも、そう、うん、強さと怖さも兼ね備えちゃって。かっこいい、かっこいい。あんたの要素、強さと怖さ言われてんねんけど、それかっこいい言うとるけど、うん、かっこいいやん、かっこいいやん言うてな、うん、ねえ、おしゃれおしゃれ。英語にすりゃ何でもかっこいいね。それはなんとなくそう。いや、そうなんだよ、マジである、うん、英語不慣れだから短絡的に考えちゃうわ。FSD かっこええな。かっこいいけどね、ダメかな。いや、俺 FSD 悪くないと思うけどな。え、ほんとに悪くないと思うで、全然。FSD って何の略なんですか？びっくりするぐらい、だって
だって FSD の中に俺らの名前の頭文字全く入ってないもんな、もうね、イニシャルないもんね、すごいね、見事なんですかってなるやん、なるね、なった時になんですかって聞かれるやん、聞かれるやん、え、恥ずかしくない言う時、いや、そう思って名付けたん、いや、違う、恥ずあんたらが恥ずかしくないなら、もうあたいはもう親みたいな、恥ずかしいわけなくない、うん、ばあちゃんデーモン担当やから全然恥ずかしくないよ。いや俺もソング言うたら俺の名前、うん、まあでもなそんな、まあ、フォレストでかいしな、うん、フォレストでかいから、フォレスト確かに5文字入っとるもんな、割合が、うん、俺3文字住んでるから全然ええねんけど、そうかそうか、うん、全然、え、じゃあフォレストソングデーモンにする？まあ悪くない全然いいよね、まあまあ一応別の候補聞いてみてもいいかなと思うけどね、うん、いや全然暫定1位だけど、全然全然暫定1位だけど一旦別の候補聞くのも、うん、じゃあばあちゃんとかなんか候補ない？あー候補ね、うん、ちょっと考えとくから先にメーカーさん言うといて、うわずるいわそれマジで、いやでも知らんで、ね、そんなオチめっちゃあれやで、ね、そんなハードルが、やべやべ知らんで、ね、かっこいいかっこいいのにしよう、フォレストソングデーモンのインパクトを超えれる気がせん、ないね、これ高えなハードル、高えな、いやいいのよ、いいのよ、うん、でなんだってもう可愛い、ほんわかしたやつでもいいんだからね、ほんわかして、あ、ほんわかに可愛いやつな、可愛いやつね、可愛いやつな、あ、待って、ピュアピュアピュア、こも、あ、待って、あこもり、あ、こ、そう、こもり歌って思ったけど、そればあちゃん要素ないわ、わらべの子供のこもり歌、うん、購入歌やて、購入歌、購入歌、可愛くない、うん、あの小さい小森の子にばあちゃんの鬼に歌で購入歌、可愛い、可愛い、可愛いね、どう思いつくな、そんなんな、天才じゃん、すごい、で子守歌やと子供っぽすぎるからちょっと鬼でね、こうクッと締めるわけよ、でもすぐ締めるやん、でも、もうそんな、うん、キッズ向けじゃないから俺たち、俺たちはそんな、あ、そうよね、男気も溢れてるね、そうそうそう、ちょっとアダルトなとこあるからさ、あまりにもあるね、うん、そうそう、セクシーすぎちゃうから、あ、いいよね、いいよね、任せなさい、任せなさいよ、任せなさいよ、そういうこともいいよ。購入だ。FSD かっこいいな。FSD かっこいいな。どっちもいいけどね。クランタグやもんな、もう FSD。ありそうありそう。うん、FSD 歌いみたいな感じやと思うな、そんな。もう Apex の名前とかにつけれるからそんな。かっけえな FSD。いいね。いいね。で、ばあちゃんは？え、あれ嘘でしょ、そうなんえ、そうなんや、だってさっきまでばあちゃんピュアピュアやめてやめてやめて、あ、ダメ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 、ピュアピュア、うーんと、おにこ、おんつ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 んね、つんつんつん、あ、つんつんつんどう、つんつんつん、こう、みんなね、つんつんしてるとこあるでしょ、顔見て、顔見て、そうやな、どこやどこや、まあ、ばあちゃんつなあるな、ばあちゃんな、あるあるある、ばあちゃんつなって、うん、メイカさんも前髪とか、ね、前髪の髪の毛ツンツンやもん、これな、ツンツンしてんな、めっちゃうわ、今から性格とかツンツンできんかちょっと尖らせてく、キャラ尖らせてる、うん、好きなわけじゃないんだからね、ツンツンしてる、泣いたからねそうね、表も内面もツンツンしてますからね、我々ね、そう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 、うん、どう、うん、そう暫定2位かな、じゃあ、うん、暫定2位としよう、うん、待って待って、2位なんだとしたら3位と何、3位何FSD 先陣切った、まあ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 しゃあないわな、そらな、フォレストソングでも良かったんだけどな、うん、まあまあまあ俺も全然良かったけどね、ダメかよ、まあちょっと説明が毎回手間なとこあるよな、直感的じゃない、わかりにくい、わかりにくいね、確かにパッと聞いた感じは、フォレストソングデーモンですって毎回言うの長いしな、ちょっとな、恥ずかしいの、ビジュアル系のバンドみたいな、最初からシャウトとかしてる、デーモンよデーモン、でも時に優しい声色も出すわけよ、森の音色のような、うん、
素敵素敵でも3位、うん、でも3位でも3位しゃーないわ、うん、めっちゃいいけどな、すごいあの89、90、91点ぐらいのこの僅差やねんけど、うんうんうん、なるほどね、なるほどね、ほんまに誤差、うん、ほんまに誤差なら、まあじゃあ購入歌かな、購入歌ええんちゃいます、うん、購入歌かわいいですからね、購入歌、まあ購入歌って言うとまあいい発音しやすいかな、うん、かわいいね、かわいいね、かわいいね、誰が考えたんこれ、俺のリスナー半分以上俺としよう、じゃあ、あれ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 、手柄取られたかしてるな、いや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 、だってもう俺考えたらもう2人の要素どんどん弱くなってまうもん、そんな、なあ、まあ、だって俺もう男気とか言いたくなっちゃうもん、そんな、だって、うわー、わかる、いいよ、入れたらええや、男気、お、男気、いいデーモン、男気デーモン、もう強いやん、男気デーモン、もう強いやん、もう強い、だって男気デーモンの時点でもう強いやん、うん、最強い、で、そこに優しさを入れたい、あでもフォレストはさっきのパクリやしな、あ確かにね、森ってフランス語でなんて言うんや、フランス語、フランス語でなんて言うんやこれ、森のフランス語わかる人いる、あそうか、小森のことってリトル、リトルデーモン、男気リトルデーモン、あーあーじゃねえ、じゃねえよ、あーじゃねえよ、リトルデーモン、かわいい、かわいいね、かわいいじゃねえ、リトル、結局どういうキャラなんやろな、男気リトルデーモン、うん、ポジションがわからんやん、うん、愛されキャラになりそうな、そうやな、名前やね、気持ちだけはツンツンしてるから、ツンツンツン、うん、ツンツンツン、いいね、まあじゃあ購入歌で買ってみますか絶対気に入ったでしょ、購入歌購入歌で買ってるんですか、ね、全然僕は、はい、うん、名称があるのありがたいですね、はい、大丈夫なんですね、はい、はい、全然大丈夫です、決定決定、購入歌ね、はいはい、可愛かったもんね、可愛いね、うん、分かりやすいし、そう、分かりやすい、パッと見で、うん、あ、この人だな、この人だな、この人だな、3文字やからね、うん、わかりやすいというのは大事、うん、フォレストとはえらい違いや、まあまあパッよく考えたらわかんだけどね、まあまあまあ確かにね、いっぱい貼ってあるんだ、偏差値60ぐらいやったらまあわかるんやけどそう、いっぱい貼ってある、ちょっとね、まあまああの確かに人間ラインで考えちゃったね、うん、そう、サイゼリアの間違い探しぐらい難しい、あれめっちゃむずいよね、マジむずい、むずい、いや俺さ待ってる間結構あれ見んの好きなんや、いやわかるわかる、俺ガチで泣いたんがさ、間違える部分にボールペンでグリグリグリって塗りつぶしされてたんやけどここですよ、外役でも見たらな、箱ぐらいしかなくて2個見つけられてへんね、あぶぶ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 ぶつって、俺も見つけれんかった、ぶぶぶぶぶだしょ、いやマジでむずい、マジむずい、なんか重ねたらわからんやろみたいなさあるもん、あれよくできてるよな、キッズでも喜べるようにめっちゃわかりやすいのをパンパンパン入れたと思ったらめちゃくちゃ難しいのに、大人でもめっちゃ必死になるから、必死になるなるあれむずいんよな、ちょっと窓ちっちゃいとかそんなやってくるもん、やってくる、ちょっと窓ちっちゃい、あれちゃんとスマホで調べるもん、うん、気になったら、いや最終な、だから最終的にね、もうそう、誰かまとめてくれてるよね、あれあれまとめてる人も自力で見つけたんかな、え、そうじゃない、やすごいね、すご、第一発見者に全然ギネスとかあげてほしいけど、ね、誰よりも早くサイゼリアの間違い探しを見つけた人、うん、まとめたことある、あれの早手選手権やりたくない、うん、でもそんなん、うん、最初の 2,3 問答える人一番有利やん、あいやもう、うん、オリジナルを作ってもらうんよ、あの間違い探しを作った人、はい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 、あ、なるほどね、はいはい、オリジナルを作ってもらって誰も見たことない間違い探しを、うん、もう一から作成していただいて、うん、もうやりたくない、うん、誰が一番最初に全部見つけられるのか、あ、いいねいいね、うん、なんかもう最後の一個みんなマジで見つけれみたいな、そう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 、マジで賞金1億ぐらい欲しい、え、欲しい、それは誰でも欲しい、
どんな企画でも欲しい。絶対にもうよだれ垂らしながらやるわ。最下位でも1億円欲しいもんだって最下位でも報酬1億円欲しいよ。そらそんな3箇所、うん、3箇所最終ね、あれとねーで最高、まあ、優勝してね10億円でいいけども、最下位でも1億円欲しいもん。いやでも10億がいい、だったら10億がいい、まあ、そらね、そら必死国よ、もう、うん、多分まばたきせえんの、多分探した間せんね、血眼になりながらよだれ垂らしながらもう探すよ、もうなんかもう全五感全部使うもん多分匂いも、もう嗅覚、嗅覚も聴覚も全部使う何が聞こえんの何が聞こえんの、ここだよ、ここが違うよ聞こえた、そこかさあ指でも触れてな、うん、うん、なんかインクの量が若干違うなって肌で感じるわけよ。ありそう、でもそれ、うん、適当言ってるよなんか無理やん、無理やん、マジ最後の一個とか、いやそれはそれはあかんやろみたいなことやってるから、それはわからんわってなるよね、ここが違うよっつって、その絵の声を聞くんよ。あ、そういやさ、はい、うん、学力テストどうやった？俺見てないんだけど、まだ学力テスト、あ、うみんなポカーや、今みんなポカーンでしてる、学力テスト、あ、やべ絶対ほかよ、ほかのことは違えたよね、やったわこれ、2回目2回目やったわこれ、やったー、これね、回でもさ、一回あったよ、ね、いややった、同業者、同業者でもやるんやな、やれないよ、一回やったな、やったな、やってもたな、表舞台で、え、酒のせいだわ、これな、お酒も言ってんだから、解散ですわ、これ解散だよ、間違えるごめん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 ちょっと待って、事情を説明する、あのね、ちょっとね、まあ、所属してるグループさんが違うんですよね、違うね、うん、そうですね、でも俺もちょっとふわっとした知識で言ってもうたわ、うん、そう、俺が俺にわこにわこ、うん、そう、まあ、でも、まあ、まあ言ってしまったら6割ぐらいは間違えられる V スポと V アパやねんな、なそう、うん、V も一緒やねん、そうやねんな、うわーかましたわ、放送始める前にこれ聞こうって思ってたもん、もう完全にメトとかはもう特に間違えられるね、いやちょっと V アパメンツと仲良すぎんのよ な、特にな、 V スポと、そうまた言い間違えたな、うん、いや間違えるよね、いや間違えたら豪快にいったわ、同じ間違え方してモテるからね、いやなんか湯気ちゃんは間違えないよね、なんで湯気ちゃんは間違えなくてメトちゃんだけ間違えるわ、なんでだろう、なんでだろう、ね、見た目、見た目か、見た目、見た目なんか、そのね、あり方、こういうあり方って、あり方ね、うん、その存在、この世界における存在の仕方がどっちかっていうと V スポ感すごい、うわー、まあでもよく言われますね、まあまあやっぱね、友達多いからな、そっちのね、そうなんですよ、友達がいっぱいできましたね、いっぱいあるからな、これな、あーよかったね、うん、そっか、じゃあ学校テストやってないのか、結構結局な、やってないよ、まあでも牛バカ王はなんだか、あの、ハネちゃんが企画しているバカ王という企画には、うん、参加させていただいて、バカだった、ま、何度か何度かバカだった、あれ、王のバカ、何度かバカだったんだ、ったことは、まあ、今まで多分記憶上自分が参加したことある、うん、バカチューバーの企画で、うん、バカの王に座っ全部座ったことある、すごーい、多分ね、え、じゃあキングオブバカじゃん、すごい、キングオブバカだったことある、え、すごいね、すごいね、それこそギネスだわ、全然自覚ない、自覚ない、なんで、そろそろ認めたら、うん、バカじゃない、ね、こんだけ王様になってんやったらバカじゃないから、もう一回言うね、バカじゃないから、そうか、まあまあまあね、うん、そうね、まあ、学力とバカはまた別やもんな、いや、そうなんだよね、そうね、うん、結局まあなんかいろいろ技能がありますから生きていく上で、うん、私もだって小学4年生ぐらいまではめっちゃ頭良かったし、若い頃までやね、うん、うんうん、小学1年生の時とかクモンで小学6年生の
やつ問題出されとったし。あ、すごいじゃん。いかつ、それはすごいじゃん。どうして変わったんそれは。何があった、うん、わかんない。なんか違うものにハマったんだと思う。あ、まあ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 。出たメイプルストーリー出たな。メイプルストーリーとかハマっちゃってちょっとあんま勉強とか。いや俺さ、メイプルストーリードハマりしてさ、親泣かしたことあんねんけど、おかん泣かしたことあんねん、心配やねんって言われて泣かしたことあんねんけどさ、毎日パソコン張り付いてるあのインターネットから田舎に帰ったら夜寝てる間にあの寝ながらキーボード叩く指動いたらしいで、こうカタカタっつって、怖っ、やりたくてしゃあなかったよな。うん、なこともあったんですけどね。あれやめたら俺偏差値10上がったもんね。え、すごーい。何もしてなかったけど、で脳のキャパめっちゃ食われるオンラインゲーム。マジで食われる、食われる。もしもお兄ちゃんに、メイプルストーリーに内緒で課金して、絶対課金するなよって言われてたんだけど、ママにお願いして内緒で課金してブチ切れられたことある。そんな怒られんだ。そう、いいやんな、ね、サクサクチケット買うぐらいな。なんか違うね、あのメトが買ったのな、あの、一番高い何でもアイテムを拾ってくれるペット2匹買ったね。うわーペット2匹はいらない、1匹でいいよなペットはな。ドラゴンとなんか羽生えたゴリラみたいな。1ヶ月で死ぬのに。そうそうなんや、うんうん、1ヶ月で復活の水みたいなの買わんとね死ぬ。そうなんや、そうなんや、そうなんや。普通に引きこうって怒られたね。怒られた、怒るわ、ぶち切れられたマジで。なんて怒られたんそれ。いやもうだから、え、するなって言ったよねみたいな。え、怖っ。お母さんもなんで許したんみたいな。考えられへんみたいな。ちゃんとネットの知識をしっかりお持ちのお兄様やな。そう、うん、うん、正しい。俺も今逆の立場やったら怒るもん。あ、わかる。やめとけって。うん。それで狂うてもだからな。怒んなくても。なんなんなあ、そんなんな、うん、うん。あの時はブイブイ言わしてたんだもん。うん。それはもうすっかりば、もうどこ取るかしか考えてなかった俺も。そうだよ。うん。横やめてください。横やめてくださいっつってね。うん。うん、懐かしいな。ばあちゃんはそういうのやってなかったの？なんだっけ、あれにね、ポケコロ知ってる？ポケコロ。え、何ポケコロって？ポケコロって何？あのね、アバター奇世界ゲーム。あー、待ってし、まあ、なんか聞いたことあるかも。見たことあるかな？あ、服着せ替えるゲームに、うん、ばあちゃんは毎月20万円課金してる。そんな買える？買える、ガチャがあんのよ、ガチャが。そんな買える？ただお着替えするだけなのに。衣装を手に入れるのに毎月20万突っ込んでた。そうなんですね。いや、おしゃれさんやね。でもね、でも、その衣装のためだけにこうお金をつぎ込むっていうのはマジでわかるよ。わかるよね。メイ、まあ、プルストーリーでもやってたし、テラでもやってたもん。テラはやる、まあ、テラはなエリンを可愛くさせたい。そうなんよ、可愛いのよあれ。あの時時代の最先端言ってたなあれ。キャラクリも結構しっかりしてたしね。え、空飛べるし。テラはもうキャラ美中すごいからな、全体的な。うん、本当にあれはもうすごかった。パソコンキーキー言うとったからできへんかったけどさ俺。あ、そうなんや。うん、酔っ払ってきた。ごめん、ちょっと待って。マジで弱いね、ばあちゃんね。うん、マジ弱いからさ、今もう気持ち弱いわ。もっとお話しして、ばあちゃんにお話聞かせて。聞かせて。いやいや、聞かせて、ゆっくりしてんな。聞かせて、聞かせて、聞かせて。ほら、じゃあマシュマロ見てみるか。ええやん、そんなんな、話聞かせる言うたって、そんなん、いつも聞かせてない新しい話聞かせる思ったんや俺、そんなんな。行ってみよう、ですね。うんうん。ベタかもしれませんが、お互いの第一印象とか聞いてみたいです。やって。意外に言うね。何やね。第一印象。まあ、でも初めて通話した時とかでいいんじゃない？じゃあ初めて通話、それか、第一印象って存在を知った時だよな。そ
在。あ、存在を知った時。うん。存在を知った。何かしらで知った時。おもろい、おもろいやったよ。そう、いや、おもろい、おもろいやったんやけど、もし、そのメイカーちゃんの、うん、なんか動画とかを初めて知ったんが、うんうんうん、そのキズナアイさんとの、うんうんうん、あの男気マージャン。あー、あそこ。しっかりと、そう、なんか存在自体はもう元から知ってたんだけど、はい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 、はい、しっかりちゃんと動画を見たのはそこだったんだよね。なるほどね、はい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 、この、まあ、この企画自体は元から知ってたけど、この企画、うん、その、まあ、その時麻雀とか知らんかったから、あ、まあ、へえ、そうなんや、分かんなくてもめっちゃおもろそうやみたいな。よせや、やめろや。最高の褒め言葉じゃねえ。したいってめと思うみたいな、思って、うんうん、ちょっとまあすごく面白いなっていう印象だった。第一印象。なるほどね、いいね、悪くないですね。ばあちゃんは、うん、おもろい。急に出すの。ばあちゃんはもうなんか別に話す前からもう波長が合うなみたいな。わかるわかる。なんかもう空気がね。そう、空気が。うん。あ、もうわかるってなって。うん、なっちゃった。話してみたら、あ、もうやっぱおもろいやんって。うん、止まらなかった。やっぱいけるやんみたいな。いけたね。いけるやん。やったね。そう。仲良くなれたもんね。なれたね。よかったね。なんでね。感じの第一印象でしたね。すごい、エモい、エモい、エモーショナル。うん、雑やな。エモーショナル。エモ。ばあちゃん、ばあちゃんは、ばあちゃん。ない、ばあちゃんは、メイカさんは、うん、あの、よう笑うから、うん、最高って思ってて。メッサは、うん、なんか一人でずっと喋ってんのおもろって思って、うん、いや褒め言葉ね、うんうん、そうそう、いざ喋ったらね、メイカさんね、うん、うん、あれやったわ、真面目やったわ。まあ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 、まあ、そらな、うん、締めるとか締めますわ。真面目な一面がそうそう出てきて、うん、あー真面目じゃーんって思ったねー。ねー、メッサーはね、喋ってもね、うん、そのまま一人でずっと喋ってたから、あ、やっぱじゃんってなった。そうやっぱそうなんじゃん、うん、やっぱそう、知ってたけどやっぱそうなんじゃんってなったね。くらもてないもんな、喋るね、喋るね、ずっと喋る、喋らんできていけんかな。違いない。メイカちゃんは？メトちゃんを知ったのが、まあ、存在はビッグの3人からエイペックスやってんなと、はいはい、まあ、レイドくんとは知り合ったから、はいはい、まあ、マスターチャレンジャーって一緒にやってる人やぐらいの認識やって、うん、で、はいはい、詳しく知ったんが、あのヌイドのと X くんとやった時、あのシャッフルの、あ、見た、あそこでちゃんと見て、うん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 、めっちゃおもろいやんこいつって言って、よーしゃべるでつって、緊張しすぎて一人で一生しゃべっとった。さあ、あのヌイドのもそういうタイプやから、もうどっちも止まらなくて、もう X くんが合わせてくれて、おーつって、よーしゃべるでつって、なるほどつって、それで、あ、おもろいやっちゃなからしたな。おー、嬉しいですね。よろしくお願いします。で、ばあちゃんはね、これ、あの、俺、ツイッターでエゴさしてるときに、うん、ああ、メイカくんか、いいよね、みたいな。はいはい、はい。前方あるかもね、みたいなこと言ってる人いて、なんのこっちゃと思って、まあ、もう、調べ、うん、そういうの見つけたらすぐ調べんだよ、もう。うん、誰が俺のことを話したんだっつって、もう、うわっ。で、ハッシュタグとかつけてくれてはって、うん、玉木くんとばあちゃんの、はいはい、あの対談みたいな、最初のな、うんうんうん、時になんかコラボしてみたい男性は誰ですかみたいな、うんうん、話で俺の名前を大事にあげてくれて、うん、うん、分かってるやんって、なかなかやるやん、見る目あるやん、見る目あるやんって。まあでも、まあよう笑うし、まあ、やっぱゲラはゲラ好きだからさ、どうしても、うん、好きだよね、うん、しゃあない、うん、これはまあ笑うと面白そうやなって思って、うん、でフォローしたらもうすぐ連絡もらえてな、あれな、うん、あすぐ徹底調査です、あ、って送ったもんね、うん、まあ、あ、すいません、つって、へーっつって、うん、そうそう、うん、あの、何だっけ、でさ、俺個人的に根に持ってることがあるんだけどさ、え、何何、あのね、あ、じゃあばあちゃんにじゃないんだけどね、そのばあちゃんのそのあの、そういうコラボして男性 V はみたいなんね、切り抜き上げてはる人がおって、うん、はいはいはい、はい、まあ、ちょっと誰か覚えてないけど、全然切り抜き上げてはって、うん、あ、上がってるわと思って見たら、なんかあの
男性 V コラボしてる誰ですかって言って、なんかその、うん、俺らとシェリンさんやったんかな、なんかいろんな名前あげて、で挙げてて、俺の部分だけごっそりカットされてて、おいこれどうおい俺だと数字でねえから切ったなお前らってなったおいスケスケやとこったんかって俺その切り抜き動画見て勝手に一人でぶっちん来てたわ、もうマジでバカにすんなよバカにすんなよなって、俺だって頑張っとれって一番語ってくれたのにそこごっそりカツされて変更報道されててもうプッチン来たわ俺もマジ。一番シェリーさんとコラボしたいやつ一番にシェリーさんが名前上がったみたいになってたわもうあんなんもうあれたち悪いわあんなんなあうんなんなあ悪意あるな、悪意あるわそんな入れてくれたっていいやんな、見てるか切り抜き作ってくれないか、次は俺のことも入れてほんま優しさちょうだい頑張るから俺もっと一緒に頑張るから、うん、もっとバズるよ頑張るからさ、じゃあ数字出すから頼むわ頼むわ頼むわほんま、あっいやそうな、そ2人の印象そんな感じだった、ありがとう、うん、ありがとう、ありがとうございます、でもなんか共通なのはやっぱおもろいなってことなんよね、まあまあすごいすごい技術もうだんだん感想が小学生みたいになってきたんですごいね楽しい楽しいね今幸せ、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 今日ね、今日ねメッサンのさ日朝見てたんやけどさ、なんかねメッサン頭おかしくてね、なんかマシュマロはマシュマロでなんかクソマロが来たとて、あの配信で晒し上げるようなことはしないって言ったそばからさ、ツイッターでエゴさしてさ、うん、ちょっと悪口見つけたら晒し上げててめっちゃ面白い小さないそう比べんなっつってそう晒ししててめっちゃ面白かった、俺も一言言えへんけど、あいつを比べんなっつって、うん、比べんなっつってお前2分前にツイートしてるなっつって、見てるの見たぞって怖いわ、見てるのって、面白かった、めっちゃ分かったけどな、届いちゃうからな、いや違うね、なんかツイッターとかは結構もう見て、うん、コメントとかも言っちゃうのよ、見て言って、はいはい、お前悪口言ったな今みたいな、うん、でももうマシュマロは、うん、あの、うん、もうメトの承認欲求を上げるためのツールってもう公言してるのね、なるほど、はい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 、だからもうそれ以外のことは送るなと、うん、うん、送るなと、カモリメトと結婚したいやつだけが送ってこい、なるほどなるほど、はい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 、うん、愛だけをささやけと、愛だけをささやけと、そう、つづれと、それ以外の不純物は消すと、そうそうそう、そういう感じで言ってるから、うん、もうマシュマロはもう絶対にもう神聖な場所、あなるほどね精神衛生上とても良い場所だったわけね、そうだよ、もうめっちゃオアシスって呼んでる、うん、マシュマロ運営もニコニコやろな、そんな言われたらな、オアシスやー言って、うん、幸せやーっつって変なの来たらもうブロックしてプッて、うん、そうっつって、いやまあまあジュジュペッて入ってだブロックするだけじゃなくてタンまで入ってるんだな、そう、うん、タンまで入ってます、うん、まあまあ投げられた分投げ返さなあかんな、そんなこっちゃってね、そうそう、うん、カッペッそうそうよ、感じのやつ、声が届きますからね我々には、我々にはしっかり届きますから、届きますからね、うん、本当ですよ、うん、まあ、それがいいことでもありますからね、それはそう、うん、本当に声届くっつうのはよ、つうはなよ、あっちな、この部屋あっちな、ほんとあっちは冷房の温度調整してもらって、あっちあっち、うん、わあ、うまうま、酒一本飲み終わったらどうする、酒一本飲み終わったら騒ぐ、騒ぐ、うわー、飲み終わりかけだけど、飲み終わっちゃった、叫べるよ、いつでも騒げるよ、言って、え、じゃあ飲み終わったら騒いで、もう騒ぐわ、うわー、うわー、どこ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 、うわー、まだまだまだ、いけー、もっと騒げどこに行くんやろ、楽しい、いや喉の調子良くなって気分ええわ、いや楽しい、発声練習もバッチリなんやけどねえ、アピールしてきたな急に喉の調子を、いい声出る、
スパーンってくるもんな、もう笑い声が。あばあば。ゲップでそう。出したれ出したれ。出したれ、それ言ってるの、そんなもん。いや、そんな。ゲップ許してくれる配信。全然出ないへん、そんな。え、今日の日曜さ、アーカイブ残ってる？メッサー。残ってるね。みんな見て、めっちゃ面白いから、ここでは言わない。メッサーの、あの、うん、プライドもあるから、ここでは言わないけど。あ、言わないで、ほんとに。今日はめちゃめちゃ面白かった、うん、マジで。何めっちゃ気になるわ、それ。何それ。後で見て酒の魚にさせろよ、うん、めっちゃ面白い。あとでプライドしかないからね。そうそうそう、あの話に関してはあれは見てほしい。そうえなタイムスタンプある。タイムスタンプ、タイムスタンプちょっと誰か押しといて今のうちに。例の件、例の件ね、見て見て、面白い。おすすめや、あれは最高。特にね、初見さんにおすすめ。おすすめ。わかんない、コアな。みんなはさ、うん、みんなはさ、ああまあやっぱさ、ほうじきわらべばあちゃんのリスナーとさ、コムルメットのリスナーとさ、メイカちゃんのリスナーって3人それぞれいるわけやん、はい、リスナーさんが、うん、そういうさ、初めて自分を知ってくれた人にさ、うん、見てほしいなって思うさ、うん、ナンバーワンの配信なんなん、あーその自分の推しの、うん、真っ先に見てもらいたい配信。アーカイブか。アーカイブか。え、じゃ逆に各自自分でどうなん、何が一番力作なん、一番こういけるっていう。ソロだったら、うん、まガチャ配信か。あーね、うん、日朝やね。日朝おっすねソロならガチャ配信か日朝やね、うん、うわソロだったらなんだろう、悩むなぁ。初見に、ああモノマネマリカか。何それ、ありだな、あり、それ採用。気になる気になる、気になる。あの順位によってモノマネが変わるマリオカートよ。うわぁ12個用意して今度やろうよ。やる、ああいうよ別に。そういいね、いいね、やろう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 。でも言っとくけど俺最終的にあの上位にしか基本残らんが、うん、企画倒れで俺入れ替えたりしたからな前後。いやほんまにめっちゃマリオカートめっちゃ下手くそやから。そうそうやな、12とかに中島美香さん入れといてもらえたら全然鉄板、鉄板、コモリメと鉄板、うん結構の箱。ちょっとやって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 、え、泣いたね まあ、わかるわ、うん、雰囲気出たわ今、うん、でもこれちょっとずれたらバーチャルゴリラさんになるよね。あ、それは確かにそう。そう、ちょっとずれたら手投げさー、あこれ結構モノマネレパートリー多くてな。え、マジ、うん、もうすごいよ、もう言われたやつ何でもできんねん。もえ、何でもできる。お、任せ。三輪明宏、三輪明宏、フランスパン工房。まあね、まあまあプロですからこれぐらいありますよ。すごーい、千の歳。あれはあれはあかん、人の名前出てこんくなった、ごめん。ちょ、俺一応俳優系とこれかなり名前弱いからね。声優ならワンちゃん、サソリ座の女の歌の人。いいえ私はさんね。そうそう、いいえ私はさん。そういう私はサソリ座の女ただ歌の上でいいかな。笑うがいいわ。え、でもちなみに、あの、うち森山直太朗さんできるよ。やって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 。いいや、いいや、上がるとこバカ似てる。ギンギンドゥーンやろ、ドゥーン。いいな、歌詞系抑えてんな。おもり。わりかし抑えてんな。うん。だからマジで任して。うん。歌系やったらいけるな、じゃあ。すんごーい。バージョンモノマネなんかないの？
まーちゃん、ラッキーと孔明太夫しかできない。ラッキーやって、ラッキーやって。ラッキー見てない、これちょっと元気なくない、ラッキー。トゲピーできる。やってやってやって。え、何何、いくよ、うん、バグったトゲピーね。うん、うん、あ、ラッキー。あの、カセット反抜きしてるんですよね、今な。そのタイミングで、そのタイミングでカセットペッてるブルルルってことだよな、そうな。そのなんかちょっとひねったボケなんなん、その、うん、ちょっと普通にトゲピーじゃ満足できんかったよな、なんか。大事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 やな、そんなな。うん、バグったトゲピーで、ポケモンモノマネできるやん、うん、この3人で、うん、楽しいや、うん、メーカーちゃんも絶対何かしらできるでしょ、ポケモン。いるやろ、うん、ポケモンって何があるかな。ユンゲラーとかどう。ユンゲラー、ユンゲラーって声あんの。ユンゲラーだってピーピロピーみたいな声じゃん、それだってそれな、うん、チョキプリーはまだアニメにゾゾったからええけどな、そんな。アニメで出て、あ、うん、不思議バナ絶対できる。あ、ニャースト、そうなんすか。俺全然ニャースト、ごめん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 、食いついちゃった。ごめんごめんごめん。酒だぞ、これな。おお。ちょ、ニャースト、そうなんすいけるな、俺ね。ええー。うん。そうなんすの方やって。うん。そそそ、そうなんす。似てるやん。すごい。かなり声量がすごい。かなり似てると思う。ソーダンスのモノマネするときにソソソソから入る。いや、わかる。初めて見た。わかる。ちょっとポルカ踊るかが好きでさ、ちょっとな。うん。ソソソから入る。ソソソソソってなっちゃうよ。うん。ちょっとずつ漏れちゃうね。我慢できない。そうなんよね。そうなんすよね。あ、大木戸博士とかね。あ、まあまあいろいろあるわな、そらな。あ、できるんやん、うん、すごい、やるやん。やるよ、じゃあやるか。やろやろやりましょう、やりましょう。大木戸博士って最初なんて言うんだっけ。ということで今回はの、ピッピカチュウ。ここで一句。酒だ酒、グビグビプフェー、オロロロロ、ミニモポケモン、ゲットじゃぞー。すごい、いいね、いいね、いいね。いいやろ。え、めっと、じゃあさ、ゲームキューブの時のさ、大乱闘スマッシュブラザーズに出てくるトサキンタやってもいい？それ、ゲームキューブのトサキンタやねんな。あ、ゲームキューブの。あー、オッケー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 。トサキンタやってもいい？あ、いいやろ、いいやろ。トサキンタ、トサキンタ。ずるいわー、ずるいわー、ずるいやん、ずるい、おもろいやん、やろ、いや、ええやん、それ、目に似てたし、うん、さっきのとさっきーんつってな、うん、ビチビチ跳ねるやつな、とさ、似てたなー、今、さっきのって出てくるから、やけにエコーかかるな、あれな、いいのよね、これ、わかるわ、細かすぎて伝わらないな、これな、始まっちゃったよ、伝わらないかな。あれ確かアニメのトサキンとやられるときの声トッサっていうね。トッサ言ってた、めっちゃセクシーな声でやられる、うん、言ってた。いいね、絶対できんじゃん、みんな。なんだかんだね、レバトルあるよ、うん、なんだかんだできますね、うんうんうん、言われたらなんとなくやる、ニュアンスが出る、うん、よしよしよし。ちょっと俺あれ、お箸持ってきていい？あ、どうぞどうぞ。俺あれ買ったの、缶妻のホタテ。ホタテ、うまっ、うん、缶妻マジでうまい。いや、マジでうまいから。缶妻なんだろ。缶妻知らんの？缶妻知らんの？缶妻知らないって、まぁ、あ、缶妻調べて偉い。おつまみ、いや、ちょっと取ってくるわ。なんか肉とか入ってるね。すごいね。豚の角煮めっちゃうまいです、それ、ちなみに。うわ、すごい。ウニとかある。ウニ？これ。なんこれ？ウニもあるよ。ウニね。こてて、しかもね、結構ちゃんとうまいよ。クオリティ高く。ウニ、ウニ1個5000円もすんやけど、この感じ。すごい！高いよ！確かに結構お高いかもな。
あ、そうなんや。いやすごい。おいしそう。こんななんやこれ、肉や、肉、これか言うてたやつ。ぶ、豚豚豚の角煮あるよ。めっちゃうまいよ。おいしそう。おい、長すいたね。最高ですから。何の話？豚タン、豚タン、うん、豚、缶妻の豚の角煮がうまいよって話。おお、5000円言うときは何の話？え、ウニ、ウニ、缶妻のウニ缶5000円。缶妻のウニそんなすんの？高いよね。コンビニに置いてないよ、そんな。ね、見たことないよね。だってコンビニで5000円って選べる見たことないで俺。高いね。おい、でもコンビニでウニ買おうとも思わんよ、なかなか。それはマジでそう、うん、すごいな、それを缶詰にするって。発想ね、発想の勝利よ。ああ、うめっ。今めちゃめちゃトイレ行きたいけど、みんなトイレどうしてるの？え、行きたい時に行くよ。あ、そうなの？うん、配信中。あ、だよね、うん、で、なんか配信中、あのさささって言いなくなって、おーい、だ俺の権力の力でばあちゃんをさささってトイレに連れてくよ。トイレ貸すで。トイレ貸して、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 はーい、てしゃーい、オッケーオッケーオッケー。元気やな、ほんま元気やで、ほんまに。まあ、言うてもおばあちゃん、多分一番おばあちゃんなのに一番元気なんじゃん。一番元気、何歳まで生きるやろな、ばあちゃんな。うん、ばあちゃん何歳まで生きるやろ。俺らがじいちゃんばあちゃんになっても生きてそうやからね、全然な。そうなんよ。うん。まあ、その時はまた、ばあちゃんズトークできんちゃう？ああ、確かにね、確かにね。うちらがばあちゃんになったら。そう、追いつけるとこあるよね。にしてもなんか、メドちゃんちょっと周りがゲラやからってモノマネ気持ちよくなってなかった今？いや、なってたよ。全然なってた。うん、次へ次へ言うてもうどんどん出してきたもんだもん。いや、もう、うん、全部もう出してもらった。いや、でも大丈夫。まだちゃんと用意はする。あー、なるほどね。うん。まだまだあるよ。マリオカートまでにちょっとレパートリー揃えていくから。その時は、その時の趣味でそれぞれパラパラにやるの地獄やな、マジで。全然大丈夫。いややなー、13位、11位とかで土佐キント出て、12位でまた歌い出すの嫌やな、俺。とさっきインストライトで歌手攻め行くかね。歌手攻め急に、うん、歌のモノマネか。歌はゴリラさんしかないな。ゴリラさんあんの？ゴリラさんと福山雅治できる俺。え、福山雅治やって。愛さなくていいかも。似てる。どうくらみ守ってて繋がってるんだよ。でも繋が…あ、ばあちゃんおかえり。あなたがまだ好きだから。もっと笑えばよかった。止めてよ。それ似てるわ、うん、止めてよ。そうね、うん、うん、食べてからね。ここ、うん、そう似てるわ。似てる。まあ、やっぱね、モノマネタレと才能もありますからね。そんなね、適性、うん、得意なものはどうしてもね、そういうとこやりますから。いいなぁ、モノマネ。やっぱレパートリー広いといいよね。まあまあ、なんかできること増えるよね。うん、うん。いや、俺だからさ、ちょっとこの前な、ポケモン不思議なダンジョンやってたんや。まあまあまあ。で、不思議なダンジョンってポケモンたち結構喋るからさ、なんか適当に当てれこしょって、うん、それこそフーディン、ばあちゃんのフーディン、それ言ってたら分からんけど、あの、フーディンは、あの、うん、あの、今夜は、とか言って、あの、シェルでやってた、若松さんでやってたな。うん、で、それでおもろかったんが、なんか若松さんと同じパーティー、まあ、その地域で一番強いパーティーみたいな感じやって。地域で一番エースパーティーの3人でリザードン、フーディン、バンギラスみたいな。そら、いかついポケモン3人集まってな。もうすごいエリート集団みたいな感じやって。で、それでちょっとなんかあの、強い敵が来るから俺たちが抑えるみたいな感じになるわけ、熱いやつ。うん。で、そこであの、俺がたまたまバンギラスの声をジブラルタルでやってたんよ。ダーッゼブラザーとか言ってやってたよ、ずっと。やってて、それであの、任せときな、俺たちはこう見えてもゴールドランクだ、つって。ゴールドランクで地域1位かーと思って。
全然ゲーム全く悪くないけど、やっぱエイペックスのゴールドランクってさあのガチ勢かっていうとライト層や、それで地域一番歌ってたからちょっと笑っちゃったっていう話、噛み合っちゃったの、噛み合っちゃった、ね、急に来たから笑っちゃったゴールドランクのジブラルトロータ、うん、俺たちはこう見てもゴールドランクだ、ハンバーガーすげえ強気めっちゃ強気なジブラルタやった、ゴールドで生きられたいやおもろいわ、ポケダンおもろい、ポケダン、ポケダンもはるか昔なんだけどやったのとか、いやそうなんか俺だから昔難しくて断念したシリーズのリメイクやってんよ、うん、今やってるやつが、あーなるほどね、うん、いやだからまあおもろいで、うわこんなんあったなー言うて、うん、いいないいな、やりたいな、うん、いやそういうゲームいいよな、いい、思い出せる魂のゲームよ、いいね、そういうのやりたいな、懐かしいのやりたい、懐かしい攻めやりたい、例えば、例えば、うん、やりたいな、でもなんか、うん、私あのポケモンの、うんうん、ルビーサファイアにあった、はいはい、あの秘密基地機能分かる、うわ懐かしい、なんかどっかのホラーで適当に決めるやつな、そうそうそう、はいはい、あれがもうほんとにめちゃめちゃ好きです、分かるわ、メイド作れるしな、うんうん、そうめちゃめちゃやりたいんだけど、うん、なかなかちょっと来ないんすよね、なリメイク版でもなかったっぽいしな、あリメイク版秘密基地なかった、なかったっぽい、終わりだね、需要分かってないわ、助けてくれ、いや本当にあれ最高だったんだけど、いや秘密基地一番おもろかったけど、なんならおもろかったよね、いやマジで友達の秘密基地どこって言ってここだよっていうタイトル、なんかあのトレーナーまで到達できんねん、ルートが分からなくて、そう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 もう何の滑り台置くかで、いやそうそう滑り台どこに滑り台置くかないよね、懐かしいなばあちゃん、ばあちゃん眠いか、ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんポテト食べたり飲んだり食ったりしてた、あーええええね、いやそんなポテト食うとき、ね、ミュートとかしてたもしかして、マメに、いやー美味しいね、美味しいね、俺もポテト買ってきたんやな、いやもう食う音とかもうもしゃもしゃしていいからな、全然、あそうなの、うん、その音飲んでる感あるやろ、あーバリボリでいいね、バリボリ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 でいいね、バリボリでいいよ、はい、あいいねいいねいいね、そんなポテチ、ポテチ食べちゃおう、俺もわしも食べちゃおう、食べちゃえ食べちゃえ、わしも食べちゃおう、なんか暴れん坊いる、大丈夫暴れん坊いなかった、わあ、いや前さ俺みんなのおすすめ先、あそうよ、感想ちゃんと直接言ってないよな、俺感想2人の、あ聞きたい聞きたい、ね、お酒の感想、えっとね、あーメトちゃん1個やったからメトちゃん先にするわ、レモンドーナ、あ、うん、めちゃくちゃ飲みやすかったな、あれ、いやあれめちゃめちゃ飲みやすいでしょ、めっちゃ飲みやすいわ、なんかレモン食、レモンジュース感が強くてチューハイ感、なんかお酒のきつさがかなり優しかったよな、めっちゃ飲みやすかった、美味しかったわあれで、優しめでいこうかなって、なんかみんなさ、うんうんうん、割となんか日本酒とか、いやマジイカスかったよ、なんか言ってそうやったから、うん、そう、なんか優しめでいこうかなと思って、そこ優しめチョイスにしたよな、もう最後の方に、あの最後の方に聞いたよ、メトちゃんって順番的に言うと、うんうん、でも、うんうん、あのレモンドいなかったね、でも珍しいよね、うん、いやだからね、みんなね酒飲みばっかりやからすごかったよ、あ、まあ、確かに確かに、特にあのも前本さんの焼酎の魔王はマジで濃かった。魔王。もうなんかあのね、飲んだ後に胃袋からあの芋の香りがふわーってくんねん。ふわー。吐く息全部芋や。いやすごかった。いやーちょっとあれ理解するに俺また10年いるわ。ああかかるね。前本さんと飲み明かすにはもうちょっとかかるね。魔王はやっぱ美味しいって人美味しいやんな。好きな理由もすごいわかる、やっぱ香りがすごいのよ。ふわーってくんねん。ガッ。うん、初見には厳しかったな。でそれ以外はわりかし肯定的やった。それだけもうむせながらこれきついっすこれきついっすって感じだったわ。でもレモンだ特に飲みやすかったな。えでもさあのさ、うん、飲み方みたいなやつさ書いたやん。あーアイスボックス試してない。えやってないの。えー、ちょごめんあれ買うの忘れてさごめん。やってよ。えー、ちょやるわ。めっちゃうまいんやから。アイスボックスの中にレモンドブルルルって入れて飲むわけ。そうそう、なんかアイスボックスか、あの、うん、サクレのさレモンあるな。ある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 。あれレモン、サク
プレのレモンいいな。アイスのやつか。そうそう、アイスにレモンを入れて飲むのがめちゃめちゃ美味しい。まあうまいわ。うん、でも全部入れれんよな。ちょっとずつ入れんの？なんかサクレは、アイスボックスは多分全部入れても大丈夫。だけどサクレはちょっとあの器が浅いから、ちょみちょみって入れて、ちょみちょみって入れてシャクシャクって食って、うめうめ。そうそうそう、うめや。幸せな食い方してんなこれな。なんやこれってなるから。マジ幸せだわ。でコンビニで揃うのがポイント高いやな。そうなんよね。結構通販で買ってしてんやけど、レモン丼もさ、なんかアイスボックスもさ、寄ったコンビニで売ってることが結構あるから。ああそうそうそう、結構 お手軽なんよね。お手軽でよい。うん。そう。割とすぐできちゃう。レモン丼かわいいね、パッケージ。いいやね。かわいいよ。おしゃ。あれはそうやね、飲みやすかったな。でばあちゃんに勧められた、まずミオ、ミオね、これまた飲みやすかったな。なんか日本酒ってさ、なんか臭みちょっとあるやん。なんかあの麦な、麦の臭みかなんか、炭酸のせいで余計それなくなって、あれ危ないわ。あの酒ラッパ飲みできちゃうもん。ミオは確かに飲みやすいわ、美味しい。ね、なんかスパークリングワイン、ワインじゃないわ、日本酒か。スパークリングの日本酒で、米やね、米の香りがあのこうきつくない、気にならない。マジスロスロ舐めて怖いな。アルコール度数も結構、あれ何パーや、9パーやった気する。え、9パーもあるんや。うん、お酒にはあんた気をつけなさいよ。おかん、そうや、おっさんらと違ってこの二人は優しい酒、優しい酒がダッサイ次来るけど、ダッサイ。あ、おばあちゃん、おばあちゃんの声届かなくなっちゃったから帰ってきた。あ、よかった。死にた、死にた。ミオは 5% だよって言ってるのに声届かなくてさ、キューパーカーとか言ってるから、止めなきゃでもって。全然ばあちゃん反応してくれんやと思ったけど、あれトラブルね。そう、ドラブってた。おかえりとか言ってな、話ねえ、ゴーだよーってずっと言ってたわ、やっぱ。すごいね、スパって出るのがかっこいいわ、やっぱ。で、獺祭ね、あの、天界も獺祭進めてきて、はい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 、あの、あいつは普通の獺祭ってん。で、ばあちゃんの方ってあの、2割3分だっけ。そうそうそう、なんかね、ちゃうよね。で、ばあちゃんのやつの方がなんか日本酒味が薄いというか飲みやすかったな。あーやったー、あれ飲みやすいけど、キンキンに冷やしてやがったでしょ。やった。冷やしてやがったね。俺あれ買うの大変でさ、あの、通販でまず手に入らんかって、ダサい。あ、そうなの。アマゾンとかに置いてなくて、あーしゃーないわーつって買いに行くから。でもダサい言うたら俺も知ってるブランドやからさ、まあ、コンビニ行ったらあるかな、ないわ、まあ、しゃあないか、スーパー行くか、ないわ、マジか、じゃあドン・キホーテ行くか、ドン・キホーテまで行ったらまああるやん、酒。そしたらドンキにもなくて、うわマジっつって、俺だからもう梅田まで行ってさ、もう大阪都市梅田、梅田まで行きまして、あの、はいはい、梅田のヨドバシカメラ、はいはいはい、そこのお酒屋さん行ったら、いやうちにもないですねと。じゃあどこあんのっつって。でもあの、阪急百貨店やったかな、阪急百貨店にあるはずです言うて、で、あ、そうなんすねっつって、じゃあ行きましょうぜ、とことこ歩いて行ったわけよ。で、それ着いた思ってさ、それで聞いたらさ、うちに置いてないですねって言われて、何やねん、阪急百貨店の方にありますねって、ここはっつって、ここ阪神っすね、あーどじっこだね、ここ阪神っつって、阪神も阪急博多でも阪神っつって、めっちゃあの座標もほぼ隣やで、ね、マジで阪神百貨店と阪急、すぐそばや。百貨店の隣に百貨店あんの。でもそうなるかな、まあ、阪神の方は百貨店じゃなかったんかな、多分阪急は百貨店で、ね、阪神は阪神デパートかなんかしないけど、そんな感じやね。いやだからそれで結局その後半球まで歩いてったらやっと帰ったって話ですよ。ああよかった、ご苦労様です。うーん、どうしても2人もおるし、なかったことにできんなっつって。
うんうんうん、ありがとう飲んでくれて。いやでもそうまだね、あのだ俺今日ねレモンドなんで飲んでないかっていうと、うん、結局あの飲み切り型の酒はあの日飲めたんよ。はいはいはい、はい、でもやっぱこう大量の瓶がまだまだ残ってるわけ。あー大変だね。うん、そっちの消化から始まる。今消化中。うん、あこれ消化企画もしかして。あれ、いやあれ、それ言うとちょっと聞こえ悪いわ。そういうこと。消化したいから呼ばれた。いや俺毎日飲んでるけどね、ちばに毎日ちびちび飲んでて、うん、どうせ飲むんやったら友達と飲みたいな、仲のいい、ね、シーマブダチの2人と飲みたいな思ったわけ。そんなあなんだよな、いつでも呼んでよ。便利やわ。購入歌、購入歌だからね、うちらね。購入歌、うちら購入歌やもんな。うちら購入歌だからね。我ら友人の永久不滅。うわぁ、バンジバンジバンジ楽しい。よかったです。楽しい、楽しいね。ポテチうま。んーとマシュマロいっぱい食い出し読むか。なんでも来い。むしゃ。んーとちょっと飛び飛びにかぶってやつはスルーするな。スルーする、スルーするの。スルーするん。だってやっぱあのね、ばあちゃんのこともスルーするん。怖い怖い、やむやん急に。どうした。ばあちゃん急に出すやん。闇楽しいね、今日。楽しいね、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 どんどん行こう、どんどん行くぞ。なんかま濃いの多いな、これな。濃い口。いや、すごい、なんかあの、お願いとかも、なんか自分の願望を叶えに来てる人とかもあるもんな、そんなな。あ、まあ夢は叶えた方がいいよ、うん、そうね、私はメガネっ子が好きでっつってもう語り出してる人もおるけど。あーメガネっ子か、結構なメガネっ子か、うん、あーそうか。広げないよな、広げれんからなかなか。そうや、メガネっ子いいよなっつってな、うん、いいな、気持ちはわかるな、うん、これ最初の印象は聞いた、うんうんうん、ホラーのね、今度のホラーの話も聞いたし、あ、うんうんうん、ゲラるコツは？ゲラるコツ？ゲラるコツ？よいしょ。そんなん自分に正直になるしかねえ。うわ、いや、かっこいい。さすがだぜ、小森さん。そんなん自分に正直になるしかねえよ。なんかまだ恥ずかしいと思ってんじゃない？あー。どこかで恥ずかしいと思ってんじゃない？こんなに笑うのって。うん。笑っていいんだよ。そうだよ。自分の気持ちに正直に生きてみなよ。そう。そしたら心の底から笑えるから。落ち着けんのうまいなあ、こもりぶた。ここ笑うとこやでってちゃんとパーンと出すからね、こういうの子ね。うん。カッカッつって。笑いやすくて助かる。な、笑なんかゲラあるあるやけど、そのゲラってさ、いいことばかりじゃないわけよ。うん、そうなんよ、そうなんよ。なんかあの先に落ちを予想して笑っちゃって相手の話の腰を落ちしまったりとか。あるんです。ゲラにもね悩みがあるんですよね。そう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 。うん、でもゲラはね話すときにここ笑うとこですよっていうアピールするもんだって。そうです。うん、ここ笑うとこですよ。ここで、ね、ここも笑っていいよって。もうなんなら自分で笑うもん、もうなんなら。自分で笑ってここだよって言うの。せーの。ね、はいみんなってはいっつってドカーンドカーン。そう大事やからそういう工夫。うん、大事大事。うんやっぱゲラってやっぱそういう意味で言うと笑い話の作り方うまいんかな、わからんけど、もう分かりやすいよ。どうなんだ、自分の気持ち的にはただ笑ってるだけなんですけどね。そうですか、うん、ちょっとなんかあの俺の昔の友達でさ、あの、うん、まあもうだいぶちっちゃい子の友達やからな、あの中学生の時の友達やから、うん、もう全然今接点ないんやけど、うんうん、やっぱ笑いの感性が違うと思うね。そういうあるやん、感性って。はい、ある。ありますね。うん、でやっぱ笑いどころが分からんかった事件の話やねんけど、そいつYouTube に動画上げてみてんって言い出して、あそうなんやと。俺その時は YouTube 全然見てなかったから、へえっつって、うん、であのこれ見て、じゃあそれ上げてみてんじゃなかった、最初にいきなりタイトルが出てきて、何々って知ってるって聞いてきて、いきなり自分の動画ってことしてて、でそれが柿の種植えてみたって知ってる。え、柿の種植えてみたっつって、
なるやん。いやもう俺らからすると柿の種植えたらどういうオチが来んねんって想像したんやん、まず。え、芽が出てきたんかな。それか、まあワンチャンその芽が出なかったんで掘り出してスタッフが美味しくいただきましたのパターンかなと思ったんや、その段階で。でそれで動画見せられてさ、あの、土掘って柿ピーに埋めてな、土パッパーってかぶせて、動画終わんねん。終わりっつって、これ僕が上げた動画っつって、何やねんこいつって。本当にただ植えただけね。ただ食べ物を粗末にしただけなんやな。じゃあなんかそのタイトル植えましたとかにしてほしい。そう、ね、植えてみたじゃないの。そうやな、植えてみただから、うん、その辺ってちょっと気になっちゃうけど、何かね、植えましただったらいいね、うん、再生数5やったわ。逆に木の種植えました、うん、再生数5、うん、多分自分で全部回しとる、うん、自分で確認、まずアップロードできてるか確認から始まるから、うん、誰か見たかなのか、まあ、そらまあそうやろ。でなんかこうそれはね、笑いの感性なんかなと、うん、まあそうね、うん、でゲラは多分その辺が広いんやと思うで、感性が、うん、広い、マジで広いと思う、広い、うん、かな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 、いいことだね、いいことだね、うん、うん、幸せ、幸せだな、いいこと、そうそうそう、でなんかこうゲラるコツ、自分に正直になれよ、そういうことだな、うん、そういうこと、それが一番なんだから。実際そう、恥じらいを捨てろなんだから。でも自分、俺ゲラって気づいたの活動始めてからだけどね。え、そうなの。それまでもずっと多分こんな感じやったんやけど、うん、自分のことをゲラだと認識してなかったね。まあ、うるさいとよく言われたんだけど、いまだになんか ゲラって言われることたまにしかないけど、うんうん、でもよく笑うって言われることはめっちゃあったから、あーね、それってゲラなのかなって思い始めた最近。まあ確かに、うん、ゲラだね、ゲラだよね、ゲラだね、まご、うん、うことなきゲラよね、ゲラやね、やったやった言ってよ自分に正直やったっけ、ずっと。うん、いっぱい笑うやつはいいやつだよ。うん。だからうちら3人いいやつだよ。そういうことなんです。そういうこと、まあそういうこと。そう、遠回しに言うとそうなんです。まあね、まあまあまあ、まあそういうこと言いたかったわけじゃないんだけどね、僕らもね。違う、つまりうちらは3人いいやつ。まあまあそうなっちゃう。まあまあね、あの数学的に証明するとそうなっちゃう。うん。そうなっちゃう。そう言いたいわけだから。哲学上ね。哲学上ね。うん。まあこれはもうイコールやからしゃあない。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 まあこんな感じになるよな、俺。そうだよね。うん、こんな感じになるよな。うん。あ、そういう流れでオッケーオッケーってなっちゃうよな、そうだな。なっちゃうね。なっちゃうね。ねえ。ねえ。ちょっとフェードアウトしていくの。ねえ。なんか椅子でぐるぐるしながら喋っちゃわないかい？あ、でもわかるんだいかい？今体育座りかい？今体育座り。おそらくじゃん。仲良しかよ、マジでさ、うん、なぜか気づいたら体育座りになっちゃうんだよね。わかる、一緒ほんでさ、あの体育座りしたらくるくる回りやすくない？まあ確かにね、うん、ねえ、くる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 したら声がこうフェードアウトしていってしまうんだよね。そう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 、顔もね、そうそうそう、楽しい。うん、ね、体育座りするよね、やっぱりね。あー、今してるよね、メーカーさんもしてるよね。してるしてる、もうそれはもうバッチリよ、まあそんなもんね。うん、椅子には座ってる？え、そっから？うん、それはもう、うん、床派？いや、まあ、そんなもう、もうチェアよ、そのチェア、チェア、そのチェアよ、ほんまもんのチェアに座っとる。やっぱチェアだよ、そりゃそうよ、もうチェア、そんなもう椅子なんてそんな。え、でもさ、チェアってさ、え、そのゲーミングチェア？あ、ゲーシュや？あ、ゲーミング、え、ばあちゃんは？アーロンチェア？オーマイガー！アーロンチェア！アーロンチェア！アーロンチェア！オーマイガー！シェット！オーシェット！何が嫌いね？何が嫌いね？そういうさ、ゲーミングチェアとかさ、アーロンチェアとかってさ、まあちょっとお値段ちょっといくわね。ああいう勇気出る？
勇気でいるくない？めちゃめちゃ。まあ、いるのはいる。メトさ、確実なきっかけがあってさ、うん、48時間、うん、もう普通の椅子の時ね、うん、ほんと普通のもう3000円ぐらいの椅子の時に、うん、48時間寝ずにゲームしたんよ。うわーすごっバケモン。そしたら、うん、もう眠さとか疲労とかよりも、うんうん、腰が壊滅的に痛くなった。あーへえ。もう寝るときにベッドに寝っ転がろうもんで、あいた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 するーみたいな。もう息をさ吸って吐くの動作がもう超痛くなっちゃって、へえ。そうそのときに、あ、これはツヤだと思って、でもさツヤや、うん、もうツヤを勇気出して買ったのがきっかけだったよね。あーよ、え、どう、それから痛くないの？それからはね、もう何時間ゲームしても痛くないよ、うん、うわー、さすがに、さすがに48時間は痛くなるんじゃない？ツヤでも痛いよ。でも普通のもう椅子やったからね。いや、まあそらね、負担かかるわ、そら。痛かったね、そう、大事、ツヤ。でもマシになった、だいぶ、うん、よかった、うん、やっぱ椅子大事やね、うん、椅子大事やね、大事大事。みんなはなんで買おう思ったの？イキリ？なんでその第一候補がそこで出てくるの？そんな。いや、なんかあるやん、出てるで、うん、性格、うん、イキリで買ってみようかなみたいな。あ、まあ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 、近いけど、正直近いけど。前から憧れはあってん、かっこいい。わかるわかる。こういうのあったらなんかちょっとゲーマーの部屋っぽくてかっこええなって。ああね、わかるわ、うん、思ってたり。生きったわ、ばあちゃんも生きりました。あ、生きちゃった。ばあちゃんもアーロンツエアで生きてもうたんや。まあ、アーロンツエアっていう響きがもう生きてない、だって、うん、生きてるよね、めっちゃおしゃんやん、うん、クリエイターっぽさ出したもん、絶対マックだ、絶対マック OS 触ってるもんだって。でも Windows 死んじゃないよ。偉い。俺もそうね、マックおしゃんやけどな、使いづらいからな。そうだよ、うん、難しいよね。難しいんやね。うん、いや、俺椅子は税金対策っすね。うわあ！なんや、大人になっちゃって。いや、ちょっとおかげさまでね、ちょっとあの皆さんのおかげで景気よくやらせてもらってます。ありがとうございます。あららららららら。でもやっぱなんかこう、わからん、全然見えへんから、やっぱなんか、うん、必要なもの、いずれ買うだろうなっていうもんじゃん、椅子って。いや、そうだね。うん。だったらもう、ちょっと気合い入れて買うかっつって。いいの買った、黄色いな。なんかね、アーロンチェア、なんていうの、何チェアっていうのこれ、ビジネスチェア、わからん。まあ、会社になんかあるちょっと高そうなやつ。あ、そう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 、そういうのなんかね、黄色いのかっちょええのかった。すげえ。いい、これちゃんと、オフィスチェアっていうの、ね、あ、エルゴヒューマン、あ、その系統、エルゴヒューマンじゃなかった、ブランドは違う。え、なんかあの会社名、ブランド名のはず、エルゴヒューマン、アーロン、エルゴトロン、エルゴトロン、エルゴトロンみたいなやつなかったっけ、なんか。うわ、これ足置きついてる、欲しい。いや、足置きとかね、いいよね、寝れるやつね。え、足置きいいよね。ねえ、いいね。ちょっと椅子倒したなってきた。椅子倒せるの？それはもういい、寝るやつちゃうんか、目と。ちょっとうん、なかった言って。仮眠室ないよ、仮眠室な、これもうだってもうニコー言っても満面の笑みだったけど、これ何、上向いてんやろな、このまんまって思うもんね。ニコーって声は聞こえとんか、うん、あ、聞こえてるやん。それも答えられるから。え、そうだね。あ、あ、むずい、それが居心地ええからええこっちゃな、自由でいいよ。自由で、今日は自由でいてくれ。今日はそういう企画ですから。そうだから、まえちゃんも後ろ向いてしゃーべろ。しゃーべろ。いいよー。でさ、何のために。なんかあったら言って。なんかあってるよ、もう。怒っとるよ。OBS 忍者で共有してる理由。うん。もう二人ともスンになってな、もう呼吸だけしてさ、あんたら、ほんまに。ちゃんと息吸ってたわ、今。ちょっと息吸ってた。うん、息するの大事なことや。うーっつってな。別にいいけど。横になりながらやってもらったらええけどな、全然。うん、うん、うん、うん。なんかないの？これ、あ、事務所 NG って NG って言ってもらっていいから、全然ね。うん、はい。お二人の恋愛感が聞きたいです。甘酸っぱい恋バナエピソードを酒の勢いでどうでしょうかって、キャーって言ったけど、
誰が聞きたいそれ、いいほんまに言ってんの。もう NG だ、 NG だけど、まあ拾っただけやこれな、な全然 NG くないけど誰が、うん、全然 NG くないけど NG くなかった、うん、でも思ったよりはそんなあの甘酸っぱい感じではなくなるけど、まあまあまあね、うん、案外そんなねドラマはなかなかなかったりしますけどもね。いやそうだよ、うん、恋愛観ってそもそも何、恋愛観っていう単語難しいな、主語を広くて難しい、難しいな、だからじゃあこれにしよう。どれ？どっからが浮気のやつ。よくあるやん。どっからが浮気。一緒にご飯食べたらもう浮気の人もおるやん。恋愛感、恋愛感。楽しくなってきた。でもどっからが浮気？なんかそれで言うと、うん、結構前と配信でも言っとやんけど、うん、あの自分がされる側やとしてな、やっとしてな、はい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 、される側やとして、うん、もう目とに分からんかったら別にどこまでもいい、分かる。いやなんかあの俺さ、まあ、なんか例えたらあれやけど、俺家にゴキブリおってもええと思ってんね、正直。いや分かる、でも目の前に現れんかったらええねん。わかるわかるわかる、もうおったら不快でしゃあないんよ。なんかったそう、なんかいるなっていう気配を感じさせないなら別にどこまででも別に、うん、そうそうそう、もう好きに俺の残飯食ってもらったって感じやん、そんな俺からしたら。そっかそっか、うん、それだ、浮気相手がゴキブリだからそいつを見なけりゃもう何しててもいいよってこと、まあ、なんかね、もう気にせず、まあ、真っ直ぐ私のこと好きなんだって、私が一番なんだっていうのをね思わせ続けてくれたら別にそんな不安にならんもんな。はあ、なるほどなるほど、な、理解理解と、ごもっともでござったわ、うん、素晴らしい。ただなんかその、うん、まあ2人でご飯行ったとかだったら、うんうん、まあまだそんななんか言うほどでもないけど、うんうん、まあ、ちょっとうんとはなって、まあうんとはなってな、うん、でなんかもうまあでもチューしてるとことか見たらちょっと無理やな、見てもらったら終わりやな、それな、それはさすがに浮気や、お前それ浮気じゃなかったら何なんって話だけどな、そんな、そう、うん、でもそれもう全部一部始終何から何まで、うん、自分に分からんかったら別に何してもいい、まあ気づかんかったらね、うん、幸せにしてくれるんだそれって話やな、そんなな、そう、うん、そう、うん、分かる、うん、分かっちゃった、分かっちゃったね、分かっちゃった、うん、そう、まあでも俺もそうだな、うん、うん、そんな感じよ。まあ、ちょっとね、あのお二人にっていうことやから俺には聞いてないかもしれないけど、まあ一応俺も言わせてもらおうてやな、うん、そんな聞きたい聞きたい、いやでもね、メトちゃんとかなり近いね実際ね、うん、でなんかその浮気されたらなんか、ああ俺に魅力なかったんかなって思うわな、うん、うん、あ、なるほどねって思うわ、まあまあまあ終わりだけどね、うん、メト全然そんなん思わん、思わん思わん、メトねえなって思う、全然思わん、そうなんかもう別に、うん、なんだろう、もう人間とは思えなくなる、分かった瞬間、わかるわかる、うん、おお深いなそれ、人とは思えない、はい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 、いいね、なんかその辺を歩いてる、うん、石ころ埃みたいな、埃、うんうん、その辺あれって誇りみたいに思えるから、急にね、すんとね、うん、そう、その人と対等である立場、ん？その人と対等である理由がなくなるから、確かに確かに、なるほど、なんか別にいいやみたいな、なるほど、おもろいなみたいな感じになっちゃう、うんうんうん、おつーみたいな、わかるー、わかるー、わかるわー、じゃん言って、ばあちゃんどっからがそうなん、どう思うの、浮気やって。いや、全く同じよ。いや、もう、ゲラこのラインだから知らんけど。うん、みんな、知らんとこでやったら好きにしてもろてって感じ。うん、なんかごめんな、みんな同じ回答で。申し訳ない。うん、いや、まあでもそういう人って実際多いよね。だってもう知らなきゃ分かんないんだもん。うん、そもそもね。そうそう。うん、そりゃそう。だって知らないってことは嫌だと思う機会すらないからね。そう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 。知る機会すらないから。だから全人類それで言ったらそうやん、だって。うん。まあでもね、やっぱこう、まあ、自然なきゃ、自分が気づかなきゃいいやって言い切れるのはそういう人の個性なんじゃない？うん、うん、
普通はね、そんなもう知らなかったとしてもやってほしくないって言うもんなんちゃう、知らんけど、まあ、やってたらキモって思うだけ、そう、やってたらもうキモみたいな、ね、めちゃめちゃその時好きでもやってたって分かった瞬間、ね、うん、興味一切なくなる、ね、あー、そうなんだよな、なんか喋っとうぐらいにしか思う、ね、埃が喋っとうと、うん、まあまあそうやな、そらそうやわ、うん、まあうまくやってくださいってのが回答ですね、はい、そうですね、はい、お悩み相談だったかなこれな、うん、何でも悩みやったら相談して、どんどんちょうだい、どんどんちょうだい、どんどんちょうだい、もちろん今のコメント欄でもね、悩みなんかあったら言うちょうだい、そんな、もう俺じゃマシュマロ、マシュマロ多分全部拾えないから絶対に、このペースやったら、もう拾えない人には申し訳ないから、もうここでもなんか言ってもろて、うちの子守メトがポジティブな言葉を投げかけてくれるぜ。ああ、ほんとどこまでもポジティブ。すごい鬼ポジティブ。鬼ポジティブ。かっけんだぜ。あの、エイペックスマスターランクに上がれないんですけど、どうすればいいですか？言ったれ子守。いや、言うたれ言うたれ。でもさ、これはさ、結構真面目な話なんだけどさ。はいはい。ほんとに、なんか、はい、うん、キャリーとかをさ気にせず、はいはい、まず強い人に上のランク帯に連れて行ってもらうことってマジで重要だと思う、ね、それはマジでそう、うん、わかる、ほんと、いやでもキャリーされてしまったらどうしようとか、はい、周りからキャリーって言われてしまったらどうしようとか、はい、なんかそういうのを考えずに、なんかソロだと、うん、多分ソロはね、ほぼ本当に才能が開花しない限りは無理。だからなんか、パン、いや、じゃあ、違う違う違う、メーガン違う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 、ああ、ね、そういうことじゃなくて、ね、ソロの部分で上手くなるとかはできるんよ。わかる、ソロの立ち回りが上手くなるみたいな、はい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 、ソロはソロに特化するのが上手くなるんだけど、その連携を取って上手くなるっていうことは、うん、ちゃんと誰かと VC をつないだりとか、上手いランクの人と VC をつながないと勉強にならんから、実際全然別もんやね、ちょマジで違う、マジで別もん、マジで違うから、もうそのキャリーとか気にせず、まずは上手い人に本当にお願いして、上のランク帯に連れて行ってもらって、うん、こういう感じで試合が進んでいくんだみたいなとか、まあ、こういう早く上手くなるよな、そうそう、こういう感じでチャンピオンが取れるんだみたいな、なんかセオリーを学ぶみたいなことが大事なんだと思う、実践大事、かっけえ、上手くなりたいんだよね、うん、かっけえな、アメさん、やっぱそれはもうだ、大会数々出てる人やから、いやでもソロマス企画とかやってる人はマジですごいよ、なあ、すごい、俺もそう思う、うん、メーカーさん今日何時間やった？12時間やった。本当にすごいよ、マジで。いや、と思えんもん。いやまあでもね、まあおもろいよ、なんかまだ、なんかドラノラで出会えるしね。そう、おもろいし、なんかドラと連携取れた時めちゃめちゃ爽快やん。いやそう、巨人。うん。みたいな。うん、わかるわかるわかる。みたいな時めちゃめちゃおもろいけど。うん。大体逆やからな。もう、うん、そうね。誰か一人倒して、あ、逃げようってなる。一割あったらいい方やね、噛み合うこと。大体ね。へー。それはそう。で、武装できるほど強ないしな。さすがにブロンズ帯とかやったらさ、1対3でもなんとかなるけど。さすがにね、相手もちゃんと強いからね、強いね、だ味方にダイヤ1ヒダイヤ1ヒダイヤ1引いた時マーテンション上がるで、どうしようみたいなのあるよね、うん、すす生き残らなきゃってなる、へー、あ、その人のランクが下がっちゃうからもあるし、やっぱあのね、ランクってさ、エーペックスのもの場合なんけど、ダイヤ4から下がんないのよ、4から下下がんなくて、あ、そうなんや、そうそうそう、だからダイヤ4は要はプラチナ1と実力変わらんねん、多分、はい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 、はい、うん、で、あのダイヤ4から321って1まで上がったらもうのほんやん、もうマスターになる人やん、もうだからやっぱね、ダイヤ4とダイヤ1とか、あのゴールドもそうやね、ゴールド4とゴールド1ってやっぱなんか違うのよ、なんか、はい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 、はい、1層2層分ぐらいなんかね、うまさが違うの、打ち合いだけじゃなくてなんかこう、駆け引きとかさ、なんかね、立ち回りとかいろいろあるんやろうけど、うんうんうん、やっぱうめえんだな、やっぱ、ダイヤ4が外れてるだけじゃなくてね、そういう意味じゃなくて、ダイヤ1ってなったら、うん、あのこの人に任せようってなる、
で俺は合わせようみたいな気持ちになってとても気が楽。えー、うん、俺だから一回の時さダイヤ4の人とチームやったんよ。で多分そこっぺろやったよな、もう本当に加減やったんやろうけど、こうあのグリーン曲げてさ急に、うん、激戦区グリーン曲げて何もないところ降りて一人殴り落としよったんや急に。で、はいはい、俺もついてったからみたいな武器なんもあらへんっつって、で一人キル取れたはいいもののその後走って逃げて、はいでやもう。だからもうねキル最初の方に稼いでうまくいったらチャンピオン狙おう、ダメなら次行こうみたいな、もう減ることがないからっていう人もおる。はい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 、はい、うん、で俺は巻き込まれた、びっくりした、巻き込まれた、そうなんよはい、まあね、うまくなりたいんだったら、え、こんな話だったっけ、え、何質問やった、ああ、俺が質問したんやこれ、そうです、まあ、マシュマロ眺めたけどしゃしゃな、うまくなりたいんだったら、まあ、こう上手い人と一緒にやるのがいいよって話やな。まあ一番早くはあるね。それはマジでそう。も上がる。うん、がむしゃらじゃまあ限界あるよな。うん、みんな上手い友達探そうな。は、おすすめのとりあえずこれ見とけ的なおすすめ漫画にもありますことやありますかえて。下回らんわ。はー言うて。人生人生のバイブルよ。人生のバイブル？もう人生のバイブル？自分の人生の中で、はい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 どうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ、ハイキュー、あーハイキューいいね。俺ちゃんと読んでないわハイキュー。いやハイキューほんま名言だらけなんで、でハイキュー見たらな、うん、ちょっとエーペックス強くなった気なんで。本当に？本当？ほんまに？そうなん？なんか、まあ、例えば、うん、じゃあ、うん、もう味方2人ダウンしました、はい、自分残り1人、はい、で相手はフルパ3人残ってます、うん、ってなった時に、うん、あの配給に出てくる星海高麗くんっていうね、うんうん、キャラクターがこれを決められない俺に明日の居場所はないみたいな、うん、これを決められない俺に明日の居場所はいらないっていう名言があるんですけど、僕めっちゃねそれ頭の中ずっと流れてるから、うんうん、これを決められない俺に明日の居場所いらないってなってでファイトすんの？ずっと思ってもうクラッチ、うん、まあできない時もあるあできない時の方がまあ少ない、うん、全然いや多いってなるあなるほどね、でもたまに勝てた時バカ気持ちいい。それはマジでそう、うん、確かに諦めるだけやな、自信が大事なんよね、うん、そう違いない、それはマジでそう、気持ちで負けたら勝てんからもうそうダメだから本当に、うん、わかる、そういう感じが大事です、気持ち大事よね、そうなんかね結構男なキャラクターが多いから本当に、うん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 、熱いし、うん、なんかうわ自分もこのマインドで生きていこうってなる、おーほなら読もうかな、うちもこれにしようって、うん、アニメもやってたよね、アニメね、アニメもやってた、アニメも良い、アニメは、うん、あの4期までしかやってないから、あ完結までしないと、漫画はもう完結してるんですけど、うん、アニメの方はまだちょっと完結してないんで、うんうん、まあ漫画がおすすめですね。なるほどですね。まあ、でもアニメから見ても全然いい。アニメもめちゃめちゃ作画すごかったらしいね。いいし、そう声優さんももう素晴らしいし、演技も素晴らしいし、もう最高。もう言うことしかあらへんぞ。最高です。最高。うん。うん。ハイキュー、オッケー。熱弁してもらいましたね。もうメモっとるけど。うん、今メモってた。ハイキューいいね。ほんまにお願いします。うん、ほんまにお願いします。はい。ね、素晴らしいです。バイちゃんは？あの。バトルロワイヤルが一番読んだかもめっちゃ一応見たで、ね、バトルロワイヤルなあれな一番読んだなバトルは、うん、藤原竜也主演のやつ見たで俺、あー映画の良かったでしょ、映画実写映画見たわ、見た良かったでしょ、映画見たら今度漫画も読んでみて、漫画読もう、え漫画ってさ、うん、映画とまたちょっと展開違ってするわけ？違うんですね、それがまた違うんですね、そこも楽しめますのでね、なるほどね、ぜひぜひ読んでいただいて、うんうん、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、えどういうとこがいいの？ちょっとバトルを知らない人に向けてよ、いやなんかやっぱりね思春期15歳という年頃で、はい、いろいろなみんな人生を15年歩んできた後に、はい、後に同級生同士で殺し合いをさせられるその瞬間、はい、みんな何を考えて殺し合いしているのかなどが描かれております、うん、漫画版、はい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 、
それを見るとですね、あ、うん、こういう人間でありたかったなっていうパターンと、うんうんうん、いやでもばあちゃんきっといざという時はこっち側やろなっていうパターンの見方もでき、うん、人生を考えることができるのではないでしょうか。あ、深いなそれ。なるほど、深いな。そんな深くないかもしれない。いやいや、面白いよ。面白そう。面白いよ。映画もなかったよ、サクッと見れたし。うん、もう一回見て、2週目どうぞ。やっぱなんか漫画の方が多分キャラクターの描写もっといろいろしてくれるよね、多分ね。うん、そうそう、一人一人あるからさ。そうそう、時間マジでやっぱ2時間ないからさ、映画。ボンボン死んでくね、ボンボン。ボンボン死んじゃうの、うん、ポコポコね。だから漫画やと多分キャラに余計愛着が湧いてさ、さらに楽しめんじゃないかなと思いますね。で、漫画読んだ後小説読むとさらにこうね。小説もあるんだ。そう、ある。小説原作ってことよくあるな、あれな。おすすめ、うん、見て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 見よー、うん、バトルドワイヤーでした。俺はね、アニメならグレンラガンだな。あー、天元突破。やっぱ俺の人生のバイブルだから、あれは。グレンラガン、うん、好きそう。いや好きだわ。兄貴見てなりてえもん、かっこいい。なんだっけ、なんか、あ、めっちゃ、あれでしょ、見たことないけど、あ、ごめん、名言あるよね、名言、あの、お前が信じる、俺を信じろな。それ、なんで俺にテンション上がってんねんな。それかっこいいよね、あれだけめちゃめちゃかっけーと思った。そう、すごく自信のない主人公がな、こう、うん、俺、僕なんかじゃ無理だよってすごいね、もう、ひよっちゃうわけよ。で、そこでこう、力強く兄貴が、バカ野郎っす、お前を信じる、俺を信じろっていうねんな。うわー、もうかっけー。その男の子はやっぱその兄貴に絶対的な信用を置いてたから、まあ、兄貴がそう言うならってちょっとね、勇気を振り絞るわけ。そういう主人公の成長感が見て取れるのがめちゃくちゃいいですね。で、あの、特に最後のスケールクソデカ話めちゃ好き。演出がかっこいいね。見なきゃダメだ。これ漫画があるの？え、アニメ？アニメ、基本アニメで、漫画化もされてるんかはちょっとわからんけど、俺はアニメで毎回見てる。ツークールかな、24話なんだけど、マジでね、1話あたりの見てるとマジですごくて、うん、俺あの5話見てた時に、え、ワンクール終わったって思ったもん。ネタバレ禁止な、ネタバレ禁止な、お前ら、ネタバレ禁止な、うん、あ、ネタバレはやめてな、うん、もうは、もうだって4分の1終わった時に、え、ワンクール終わったぐらいの見てたったんよ、やってて。それぐらい話のテンポが良くて、3話だったか4話だったかちょっとしんどいけど乗り越えてもらって、はい、うん、それ以降はもう神回しかないんで。まあ、ソライロデイズのね、曲やから、ね、うん、ああ、確かにです。で、漫画だったら最近読んだんだけど、金色のガッシュ良かったな。うわー、それは最高です。最高です。うん、漫画もアニメも見たことあるけど、もうアニメの1話から泣けるもんね。いやー、そうなんよ、なんかの清丸のな、学校不登校なんしな、何をしたっていうところでも、うわ、ん、うあの絵が絵がうめえんよ、うん、なんかやっぱ漫画ってさ、なんか絵のうまさってさ、なんかあの芸術家とはまたちゃうやん、なんかこう、うん、なんかさ、モナリザじゃないけどさ、なんかこう、うん、風景画とかそういううまさとは別の、その、うん、漫画ってこう感情表現って大事やん、キャラクターの、うんうん、そのね、金色のガッシュはキャラクターの表情凄みがね、めちゃくちゃ強く出てる、めっちゃ絵うめえんだよな、ガツーンくんねん、コマでパーン、それがマジでいい。俺もう、あの、もし子供できたらもう本時期の歌詞まず読まれするもんね。もういや、マジで本当にそれはそう。うん、マジでそう。そう、友達は大事にする。なるよな、そんな。バベルガグラビオン、うん、バベルガグラビドン絶対覚えさせる。絶対覚えさせる。バベルガグラビドン大事。ちょっと、兄貴のやつか、ブラゴンのやつ。ブラゴ、あ、ブラゴの方、あ、はいはいはい、ブラゴがバベル、ちょ、よう唱えられるの、俺全然呪文の名前まで覚えてんよ。バベルグラビドね、グラビド、はいはい、バベルがグラビドね、バベルがグラビド、はい、うんうんうん、バベルがグラビドを唱えさせて、子供ができたらもう、あの、もうガッシュとかじゃなく、うん、これだけは覚えとけっつって、バオザケルガではなく、うん、バベルがグラビド。まあ、あの最大級の呪文やな、うん、そう、うん、あ、避けるかじゃないよな、そこな、まあ、ブラゴはかっこいいからな、うん、うん、男やわ、ブラゴも男だよね、マジキャラクターみんな男気あふれてていいんだよな、
いいよね。なんかエピソードの男気で言うと比較するんじゃないけど、なんかグレンラガンより密だったわ、漫画なだけあって、うん、グレンラガンめっちゃわかりやすかったんやけど、なんか、うん、ガッシュはキャラクターそれぞれの信念がめちゃくちゃ強くあってめっちゃいい。そう、めっちゃいい、よかったわ。うん、みんな自分を自己犠牲の精神すごいな。自分を犠牲にしてこう仲間を助けるって。そうそう、なんかだからさ、うん、2の2人のパートナーやん、お互いが。そうね、そうなんよ。そうだからこそのね、うん、葛藤があっていいよね。そう、2人1組ですから。そう、なんかね、思いがあるわけよ。もう愛でできてる作品だから、あんなの。そんな深いのガッシュベル。めちゃくちゃ深いよ。ちなみに、そうなの。よ、なんかもう自分が死んでもこの人が生き残ってくれればみたいなのもあったり。で、しかもいいのがさ、その実際そうなっても生き残った方にちゃんと残るんよね、胸にその思いが。で変わんねん、そいつの信念というか、そのなんかこう行動が。それがね、いい。なんかこう、あのね、非合理的なことをするのよ、みんな。効率的なことを考えると、こんなことせんとこうしたらいいのにってやっぱ思うね。でもその非合理的なことをするからこそ相手にこう残るもんがあるのよ、その。そう、戦ってる相手にね、胸に残って、で相手も非合理的なことで答えちゃうのよ、結果的に。はあ、それが熱い。最高。熱い。2人とも熱なってる。いや、アニメはちょっと好み分かれるかもしんないから、俺は漫画おすすめするな。漫画から読んでみる。アニメはちょっとウォッチ変わっちゃってるみたいなよね、見てないんだけど。あ、そうなんや。うん、そこでファンの中で結構いろいろ言われてて、うん、うん、最高ですね。最高ですね。漫画ぜひ読んでほしい。はい、読みます。読みます。いやー、熱くなっちゃいましたが。でもさ、うん、もう一個だけ聞いてもいい？あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ。二人とも、トラドラは見たことある？あのね、トラドラはね、トラドラはね、俺小説で読んだからもう。ああ、小説、ね、アニメもやけど小説流行った俺は。俺でもアニメも見たけど小説も見た。ああ、すごいね。オレンジ色に輝く季節な、黄色の光を浴びて。大好き。いや、トラドラは不器用でいいよな。ニコってなった。本当に。オレンジ食べてみたけど、まだ酸っぱくて泣いたね。いや、泣いちゃったな、それな。なそれ、まだ酸っぱくて泣いたんよ。それな、うん、気づいてよね、言うてな、そのな。うん、酸っぱいもん。あのね、まぁ、あ、ちょっとね、ネタバレなんか言わんけど、あの、トラドラのね、やっぱあの、主人公のリュウジか。リュウジがおかんに怒るシーンあるやん。怒るっていうかもう、なんか、あのシーン俺さ、あ、それか。今気分が高揚してアップデートしたな今な。アップデートしちゃったな今な。定期的にしてもらって、それは。ごめんなさいごめんなさいっつって。高まっちゃったね。高まっちゃったね。いやもう。いやそこさ、俺電車の中で読んでて、俺ボロボロ泣いたもん電車で。いやマジであのシーンもうクワッて、もうどっちの気持ちもわかるから。気持ちもわかるけどそんなこと言わない。そう、そんなこと言わないってなるんやな。わかるわ、わかるわやって。そう、カンも頑張ってきたんよ。うん、でもそれもわかってるけど出てもうたんやな、思春期やから。しゃあない、若いもん、高校生やもん。でもアニメ版の好きなとこがね、うん、1個あって、はい、生徒会長、え、言っていいんかな。あ、まあまあまあ、あの本筋じゃないでいいんじゃない、だいぶだいぶ、うん、だいぶ前の作品でしょ。うん、そう、生徒会長とさ、あのタイガがさ、はいはいはい、あれするとこあるやん。ああ、はい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 。あれするとこあるやん。うんうん、そう、でその時に、ね、うん、なんか北村くんを呼ぶ、うん、くぎみやさんのもう声が、うん、ああ、うわ、それそうか。そう、1回目は強いんだけど、2回目はちょっと弱いんだよね。うんうんうん。よう見とるよう見とる。この感じが、うん、いやもう最高やで、あんたって。さすがやでーと、国宮さんって。あんた最高やでー、仕事しはるわ言うて。なんかほんと最高のキャスト、ありがとう。いやちょっとそれ言われたアニメ見たくなってきたな。俺ちゃんと見てないよね。スタンディングオベーション。アニメはね、ほんとその声優さんごとの演技とかもあるから、そうやな、ほんと素晴らしいよ。え、2クールやったっけ？
アニメ。うん、そう。じゃあ見ようかな。うん。見てください。ほんと素晴らしい。小説読んだことないな。小説一時ハマって読んでたな。ね、小説読んだらさ、みのりちゃんのこと好きになれる？みのりちゃんってあのピンクの子だっけ？あのちょっと。でも俺好きだよ。でヘラ。まあ、男の人ってね、みのりちゃん好きなんよ。あ、そうなの？そういうのなんかな。なんかわかんないけど、男の人ってまあまあみのりちゃん、みのりん好きなんよね。そうだね。そうなんよ、うん。俺結構好きだな。メタは、何かな。ああ、そうなんだ。現状そのそんなにやから、うん、もし小説を読んでみのりんあげになるなら読みたいなと思ったけど、まあ、最初はめちゃめちゃいいんだけどね、みのりん。そうなんか、なんだろう、そのなんだろう、裏文字というかこうギャップ、やっぱ最初のインパクトがすごい強かったから、みのりんはもう元気で活発でさ、あの周りに元気を与える子みたいな、配信者からっていうぐらいね、もう高校生活頑張ってたけどさ、かましたれー言うてな、かましたれー言うてだいぶぶっ飛んだったけど、やっぱそこでもやこう急に闇というかこう裏を感じする瞬間あんねんな、そのな、はいはい、うん、まあ俺はそこは、あ、人間なんだこの子もって思ったわ、その時。明るいだけじゃない、そうなんかあの底抜けに明るくて住む世界の違うに生物なんだっていうのじゃなくて、ちゃんと悩みを持ってる人間なんだなっていう親しみがあったわ、俺の中で。配信者めっちゃあるよね、トラドラ、ぴったりや、あるあるある。そう、アーミンもさ、めっちゃ人間臭いやん、かなり人間臭いね、欲望に忠実というか、なんていうか、そうそう、まっすぐだよね、そういう感じがいいわ、最高です。2本目飲んだわ、わかります。おお、結構回ってる、やっぱ水飲まんとあかんね、うん、何が水、ワイン飲むわ。水じゃなくて、まあ、ね、何じゃむに、ゲロ出るで大丈夫？大丈夫、よし。トラドラはいいね、本当にいい。私もその二大巨頭やね、トラドラとハイキューの。トラドラよかったな。これ小説で言うと全然脱線すんだけどさ、あのダレンシャンっていう作品がすごい好きやって、学校の図書館条例やねんけど。あのね、まあなんかざっくりテーマで言うと、なんかこう主人公はもうなんかね、こういわゆるラノベ系じゃなくて、もう海外の作品やねんけど、主人公の男の子は平凡な男の子をやって、なんか雲が好きで、でそれでなんかあのやら、なんかこうサーカス団が街に来てな、でそこに来た雲がすごいこう珍しい雲で、なんかこう忍び込んだんよ。でそれでちょっとトラブルがあって、でなんかその実はそのサーカス団はこう怪人たちの集まりというか、そのなんだろう、人間じゃないやつらが多かったんよ、その。でそれでお前も吸血鬼になってついてくるんだったら、まあそれ解決したるわって話になって、主人公が吸血鬼になって家を出てサーカス団についていく、もうっていうあらすじから始まるんやけど、あのね、すげえ好きなキャラがいたんよ、俺めっちゃ好きなキャラって、すげえ好きな、名前言わんとこあえて、すげえ好きなキャラ、もうみんな見たことある人は名前言わんといてな、あれねってなって、なってな、好きなキャラクターがおって、めっちゃこう、なんやろ、こう、毎巻楽しみに読んどって、俺だから小説読まれへんかったんやけど、今まで。漫画しか読まれへんかった人間の俺が、ダレンシャンは吸い込まれるように読めたから、小説苦手な人はぜひ読んでみてほしいんやけど、俺はそういう経験。で、そのキャラクターがなんかこう、こう、まあね、この話があってね、こうなったって、ああ、そうです、大変なんやなと。まあでも今までこんなん乗り越えてきたら大丈夫やろうと思ってさ、で、次借りたと思って読んだらさ、いきなり主人公が、〇〇の遺骨を墓に埋めとかでして、〇〇死んでるってなったわけよ。で、なって、蓋開けてみたら、一巻飛ばしとって。で、その間の一巻を俺の友達が2ヶ月ぐらい延滞しとったんやな。殴ったよね、もう返せよお前。最悪で、ね、最悪のネタバレだったっけ。俺は好きなキャラクターが死ぬってことを聞かされたわけ。でも俺はその間のか、もう読むの一旦やめて、
その顔な。で、その1個前のその、そいつ変えさせたやつを読むわけよ。で、読んでて、だんだん空気悪くなってくる。だんだん戦いの中でさ、苦しくなっていくんよ。で、死ぬないでって思いながら読むわけよ、俺も。必死こいて。で、最後こう、いい感じになって、解決すんで、あ、助かったやんと思ったら、どんでん返し死ぬんやな。まあ、そうやんな。次の巻で死んでんねんもん。悲しい。未来は変わらんわ。推しの死。推しの死を感じたわ。ネタバレ食らったって。でも俺ネタバレ食らってもそこで気づいたのは、俺ネタバレ食らってても結構楽しめるタイプなんだなって思った。その知らないでって思いながら読んでたから。僕だね。そうかそうか。割かしネタバレこれ気にならんね俺。いや、おもろかった。ダレンシャンおすすめですね。ダレンシャン小説、まあ、ちょっとね、ボリュームあるから、読むのしんどいかもしれないけど、はいはいはい、まあ、なんかそれこそ、冬休みで暇だなってもしみんななったら読んでくれよ。よろしゅ、よろしゅ、よろしゅ。ワイン美味しいな。ワイン飲んでるときはなんか、あ、大人だな俺って気持ちになる。気分いい。大人になったんだよ。ねニコワイちゃん。お酒美味しい。よかったね。あ、おい、お悩み相談あったぞ、マシュマロ。な、なに？恋のお悩み相談あったぞ、おもろいやつ。これ、僕は異性と話すときに上がってしまい、うまく話すことができません。好きな人ができても恥ずかしくて話しかけることもできません。どうやったら僕に恋人ができるでしょうか。アドバイスをお聞きしたいです。やって。かわいいねー。あらら、あらら、言って言ってんのかな。気になる。多分男の子なんかな。話しかけ方ってこと。まあ、そう、アプローチの仕方でいいんじゃない。確かに、かわいらしいわ。アプローチの仕方、話しかけ方、なんか逆にさ、女性視点で、なんか別にどういう話しかけられ方やったら全然嫌じゃないとか、あ、いい人だなって思うかとか、ないの、なんかこう、何歳児、それ何歳児の時代の話しかけられ方。ばあちゃんはちょっと年季が入りすぎたやけど、どれや、どの段階やろな。そうやな、10代の頃でいいんじゃ。10代ね、10代ね。まあ、1000年人とあれやけど。10代か。まあまあ、ね、まだまだねえ、10年なんか鬼からしたらもうコアッパみたいなもんやろうけどさ。まあでも女性的にね、なんか、自分なんか何事にもさ、やりすぎは良くないからさ。そうやな、そうそうそう、自分の話しすぎとかも良くないし、相手のこと聞きすぎも良くないから、やっぱでもその分からないうちはさ、どの程度で分かる、それ帰ってったらいいのかとか分かんないじゃん。そうそうそう、結局人によってちゃうしな、それって LINE。そうそうそう、むずいよな。なんかもう交互にもうやっていくしかないんじゃない。分かる。そう、でもまずは自分のことを話すのが大事だとは思う。あー、いいね。自分のことも教えてくんないの、なんで聞いてくんのって思っちゃう人も多分いるから。はい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 。そうそうそう、自分のことを話してから、いい、これどう思うみたいな、どうみたいな。いいね。それこそ共通の趣味なんかあったら最高やもんな、そんなんな。そう、最高よ。でもその話題に関してはもう自分が頑張るしかないからな。そうやね。最近見たこういうドラマが面白かったんだけどさ、みたいな。見たことあるあー、いいね、みたいな。そんなのいいと思う、普通に。すげえ、こういう映画が好きなんだ。懐かしい。はい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 。俺今幼稚園の頃さ、気になってた子がいたんよ。はいはい。幼稚園の頃な。で、その子が見てる、なんか、プリキュアじゃなきゃ、なんか忘れたら、なんかその作品があったんよ。その女の子系の、なんかね、魔法使い系のやつ。で、それ、聞いて、それをたまたま聞いてね、友達の話の聞いて。俺も見たもんね。あ、話題ついていけるように見てみたりしたもん。そう。共通の話題を探すことから大事だけど、聞きすぎんのも良くない。ね、疲れちゃうから、自分のことも話して、もうその話す話題が分からないはもう自分の努力次第な気がするけど。いやー、いいこと言う。そう、飴とムチ、ピシ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 
マジで。いいこと言うね、さすが。それまでわかりませんとか言われたら、それはもう、しょうがない。うん、じゃあ、聞き上手になろう。ばあちゃん、ばあちゃんはばあちゃんはね、まずその子が喋っていることを聞き耳を立てて聞きます。もういいよ。そしてその子が好きそうな話題やブランドなどを仕入れ、仕入れ、それこそそこで詳しくなります。裏で勉強しましょう。うん。そして偶然を装って、それ好きなの俺もって。なんて自然な流れだ。なんて自然な。そのバンド好きなの俺も好きみたいな、で持ってない CD を交換して貸し合いっこするなどしましょう。なるほどね。どう、あのどうよ、ばあちゃんマジ10代の頃もだかしら、 CD は時代を感じるな。 CD やべ。今10代の脳みそで考えてたのに。今時は YouTube の URL じゃばあちゃん。じゃあ今 CD 交換しないの、貸し合いっこみたいな。じゃあ何貸し合いっこすんの。これ俺が作ったプレイリストなんだけどみたいな、こういう曲好きだったらこういうのも好きだから聞いてみてよ。自分で MD 作るみたいな感じ。それ MD にさ好きな曲入れるみたいな、あそんな感じなんちゃう。時代がすごいね。いやもう長生きしすぎや君もな。うん、うわあ、そっか。うん、CD は交換せへんな。貸し合いこせへんねや今の子な。あ多分な。じゃあもう無理、ばあちゃんのデッキじゃ会話できへん。無理無理。諦めてくれ。うん、そこ応用は聞かせてもらってな、リスナーさんの方でな、そんなな、何かで、何かでね、うん、そうよし、何やってもらって、よろしくね。わし的にはやけどさ、結局コミュニケーションやん、こういうのって。コミュニケーション、まあちょっとあの俺もその落としたりなんてことしたことないからわからんけど、結局好かれるっていうことはコミュニケーションなわけや。はい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 、でなんかそれってさ、なんかやらかして学ぶこといっぱいあるやん。その、あるある相手の地雷踏んじゃってうわーってなることもあるしさ、なんか地雷踏んだんじゃないかって思い込んで勝手に悩んだりさ、はい、ちょっと悪いこと言ったかなっつって、謝った方がいいかなっつって、でもあんま気にする感じなかったじゃん、あーとか言って、そういうなんかあの試行錯誤を重ねないと上手くなんないと思うのよ結局。なんかあので何が難しいって相手によるからさ。そうなんよね、こうすればいいなんてないや、答えが、でこの人にはこれ通じたけどこの人にはこれ怒られたってこともあるからさ、でなんかこう相手がどういうタイプで、あ過去にこういうことあったなっていう経験則を積み重ねるしかないと思うわけよ、わしは。はい、わしはね、だそう最初からうまくなろうとしないこと、そうだからなんかあの今ね、好きな人ができてさ、失敗したくないって思うと思うね、でも、だからこそその前向きに失敗しに行くべきなんだと俺は思ってる。まあ、万が一もほんまに地雷踏んでさ、嫌われちゃったってこともあったとしようや。で、それこそ、それが生涯最後の恋だったって決まるわけでもないわけ。そこでさ、怖がるとさ、どんどんできなくなっていくわけやん。そうね。それこそね、挑戦できるうちにちょっと勇気振り絞って、最悪滑ってもいいから、笑いもそうやんか、その受けるかどうかわからんけど、滑る覚悟を持って突っ込むから次の笑いにつながるわけやん。だからいかんと、まずはコミュニケーション、コミュニケーションが大事よね。俺はもう友達も全部そうやけど、とりあえず自分から好きになってるね。こいつおもれ好きみたいな。だからなんかたまたまめっちゃ周りみんな好きやって、めっちゃ周りみんな好きで、一人だけあちょっと苦手やな、普通やなって人があって、その人にもしかして俺って嫌われてるって言われたの。いや嫌ってはないんすよっつって、わかりやすいんだ、普通なんすよっつって、そう、関心がないに仕方かかったかもしれない、あの時それぐらいこう俺は好きと普通に温度差があるらしい。でなんかもう自分から好きになることと失敗しに行くことじゃない。そうだね。挨拶から。そう挨拶から。結局ね。挨拶大事。で失敗しても、なんかもう追いかけすぎないこと。深追いしない。大丈夫。エイペックスと一緒や。ああまあね、そうだね。キルポイントを追ってしまうとエイペックスに合う。めっちゃ無理やのにみたいな。そうめっちゃ無理や行ったろ
つったら3人おること、3人待っとること。そう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 、カウンター2人行くことを覚えろカスだ。ただし、うん、ただし、そう、うん、引き際マジ大事。あ、引き際な、うん、うん、でも失敗してもええんよ、死ぬわけじゃないし、うんうんうん、そうそう、別にちゃんとね、不快にしてたらごめんなさいすればいいだけの話やん。そんな人間何人いると思ってるん。全世界に何億人おると思っとる、うん、すごい億人だね。すごいね。すごい億人おるから、増えてくの。どうやで、あ、増えてくの、うん、舐めたらあかんの、舐めたらあかんの、人間舐めんな、うん。参考になったでしょうか、なったでしょうか、うん、なったでしょうか。なあ、幸いです。ふん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 、ここだけのなんかこう2人聞きたいこととかね、うん、ばあちゃんもすやーってたぶんな、すやーおる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 もうすやーって目つぶって、え、これさっきとさ同じ感じなんかな、このコメントにさ、お三方が恋愛において一番重要視するのは何か聞きたいですってあるよ。一番重要視、重要視、重要視ってなんだろうね。社交性。大事、一番大事。社交性っていうか、自分の周りにも優しくしてくれるか。あ、それはそう、それはそう、それはそう。それがマジで大事。自分にだけ優しい人とかめっちゃ嫌。そうね。うん。わかりすぎる。いや、それスパッと言うのかっこいいな。うん。わかる。自分の周りにも優しくいてくれないと絶対無理。なんだろう、無理無理無理、わかる。社交性、考えたことないな。なんだろうね、空気が読める人がいい。まあ社交性と重なるとこもあるわな、それってな、重なる、うん、まあ、確かに周りを不快にする人やだね、やだ、うん、やだね、うん、うん、一番求めることか、え、むずい。なんかあんまそういうの考えてこなかったな。考えてごらん、考えてごらん。だってお付き合いするとしたらやろ、うんうん、もう今仕事が恋人状態やからな。一番でも重要、俺のやることに文句言わないこと、なあ。そんな、なんで万が一お付き合いとかなんかなった時にね、ちょっとあの YouTuber はちょっととか言われたら、うるせえ、うるせえっつって、もう出てき出てきえってなっちゃう。帰れ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 、俺は仕事が恋人なんだよってなっちゃう。わかる。そう、26万人のファンが待ってるんだよっつって、いっぱいだねー、いっぱいだねー、いっぱいだねー、おかげさまでね、おめでとう。まあ、なんかまあ俺はだから理解のある人なんじゃない？知らんけど。うんうんうん。まあでも理解はマジで大事。そこここと言われたらかなわんな、就職してほしいとか言われたら俺もう無理やで、うん、もうそんな。なんか一番重要ではないけど、でも目と目それめっちゃわかるもん。いやまあそうやろそうやろ。うん。まあ、そこだけあり俺も何でもいいかってわけじゃないからね、そらね、うん、そらね、社交性なかって言えんかいってそらちゃうで、うん、理解があって社交性なかったら嫌やで俺は、そら普通にそれが一番重要ではないけど、うんうんうん、それはめっちゃわかる、そうね、うんうん、そこだけは譲れんな、ほんまに、うんうん、うん、そらもう活動やめろ言われたらもう俺もうじゃあもう死ぬってなっちゃうわ、もう活動をやめろって言われたら、あ、うん、ほなってなる、ほなほなってなる、そっちがバイバイ、そらそう、うん、そらそうよ、あんたがバイバイって、うん、そらそう、あんたがバイバイ、そうよね、でもどうだよ、恋は人を狂わせる言いますから、もう活動もう、そんなねよりももうその人の方が大事やってなることもあるんじゃないですか、知らんすけど、でも活動してたら恋なんてしてるあれなくないか、それはマジでそう、活動に本気じゃねえんだそれは、その段階でよ。その考え方はだいぶさ古くないばあちゃん。体育会系じゃないその考え方。本気じゃなかったからそっちに振り回されてんじゃねえのか。違うのか。それはだいぶあれやけども、熱いねばあちゃんね、どうなんだい、男気があるからよ、そう、お前のそいつの選択に男気あんのかいと。あ、そうだそうだ、うん、ファンにはなんて言うんだいっつって話やな、そんなの、そうだ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 、うん、誰のために活動してんだいっつってね、俺は自分のため、そうだそうだ、うん、俺は自分のためやけどな、
それはそうだ、それはそうで、もう個人税なんかも自分のためにやってるから、そんな、そうだそうだ、うん、個人でやってて承認欲求のやつおらんから。そうかそうか、主語でかいけど、うん、見てほしいからみんな活動してるからな。うーん、お、私も今年成人したばかりのですが、あまりお酒を飲みません。飲むタイミングがいまいちつかめなくて、誕生日に試し飲んだきりです。お酒を飲むきっかけってありますか？まあ、こういう中、今だよ、今だよ、今飲めよ、なんかこう一緒に飲むよ。なんだろう、お酒って何なんだろうね。俺さ、わかんないけど、今もお酒飲んで酔ってるんだと思うんよ。いやけど、まあ、なんかいつもとそんな変わらない、俺の中では。多分。うん。うん、周りが俺のテンションについてくるってとこあるくない？ああ。俺の日頃のテンションに周りが酒を飲んで追いつくみたいな。まあ、ちょっとこの二人は全然しなくても変わらんねんけど。ちょっとね。いや、まあでもね、メトはもう誰、うん、がついてこれようがついてこれなかろうが壊すっていう気持ちで私が壊してやると。飲んでるよ、うん、そこに社交性はありますか？うん、ない。でもそれは仲いいって分かってるからこそ。そうね、うん、そう、もういや今日はもうやらーみたいな、やらー言ってな、うん、ウェーイみたいな、うるせえな。な、何の拍手な。急にスイッチ入ったけど、もうパッパチッ。うん、でもなんか美味しそうって思ったお酒をさ、うん、ちょこっとコンビニで買ってみるとかさ。そうね、あとなんか、なんか夜寝れないなって時に、うん、のちょびちょびって飲む。あ、そう、最近試したそれ、ね、寝酒ってやつ、それ寝酒、うん、そう、うん、ちょびちょびって飲むの良くない？なんかちょっとさ、雰囲気よくね、なんか、あ、俺今大人だなってな、エモってなる。エモ、ちょっと、それ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 、なんか、まあ雰囲気やんな、うん、みんな飲んでるし飲んでみようかなとか、そう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 、なんか眠れんし飲んでみたいなとかな、そうそうそう、なんか、これだから飲むみたいな具体的な理由はないけれど、うん、うん、ないけれど、うん、おもろそうや なみたいな、そうそう、たまにこれ、うわ、めっちゃ美味しそうやなみたいな、どんな味すんやろみたいな感じのやつをパッと取ってパッと飲むみたいな、それだけの話やんな、うん、深く考えすぎや、あなた。そうそうよ、いつだって好きなもの飲んでいいんだから。そうはよ、うん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 、うわ、海でメトさんとワラベさんが溺れています。メーカーさん、どちらを助けますかって。どっちなんだい、どっちなんだい。俺が溺れるわ。俺がつけてる浮き輪を二人に渡せるか。みんなで沈もうか。どっちかを選ぶぐらいなら俺も沈むぜ、うんうんうん、みんなでまとまっていこうな、うん、いいんすよ、すやすやーっつってね、ゴボゴボゴつってなんかよくあるやん、そのなんかさ、船に一人しか乗せれなくて、最愛の彼女と、あの母親、どっち乗せんねんみたいな質問あるやん。そんなん言われたら結局、じゃあ二人乗せて俺泳ぐわやもん、そんな。目と母親。ああ、選べるんだ、すごいね。選べる。まあ、母親はかけがえがないからな。そうなんです、ね、繋がってるし。でもそれ、ハンターシケット落ちんで。マジ？ハンターシケット落ちるね。うん。でも、だってさ、いや、まあでもまあそうか、そうね、うん、そうね、うん、そうだね。ちなみにハンター試験やったら正解はないが正解だから。あ、沈黙だっけ、そうなんだ、うん、じゃあばあちゃんは、え、なになに、目とメイク溺れとったらどうすんの。応援じゃダメか、2人とも。なんか頑張れ、応援したら結構頑張ってくれそうじゃない、まあ、今面白いよって言ったらさ、マジっつって、そうそうそう、え、じゃあもうちょっと、もうちょっと派手に溺れてみようかなって出しちゃうな、そう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 、ゴーゴーゴーとか頑張ってくれそうじゃない、今面白いよって、今の味あるな、あるな、しっかりするって海、しょっぱしょっぱっつって、俺も負けてられへんや、めとちゃんやろなっつって。いや、
ってくれそう。いや確かに確かに、まあ、おもろいで言われたらちょっと頑張ってもあんなそんなな、ね、うん、さすがやな。うん、この流れで聞くのここやけど、メドちゃんは、うーん、なんだっけ、海にどっちも溺れてたら、うん、うん、溺れてたら、あのボート持ってくるからもうちょい待ってて、あー粘ってと、あ、粘っとけって、賢い賢い、うん、それが一番いいわ、うん、ボート持ってくんねっつって、うん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 、だって助けれるぐらいそばにおるもんな、まず自分が、まあそれか服破いてあげるかな、うん、何言おうそれ、どういうこと、何言おう、服破いてさ、なんかロープみたいにしてさ、うんうん、これこれ言って、あー掴んでっつって、これとこれ掴んでっつって、あ、そうか、自分が陸にいる前提やねんな、それ今な、あ、そう、自分が陸にいる前提、陸のそばで手差し伸べれる場所で溺れてる俺らなんなんそれ、ダサどういうダサ、足つったーって言って服と、うん、ズボンまでは破けるやん、あ、まだね、うん、そう、服とズボンまでは破けるから、それつなげてどうにか届かへんかなっていう、うん、その図がその図が工作やってるんで俺ら溺れるんよ、うん、え、溺れてる、ビリビリビリって、キュッキュッキュッてしまって、それやったら船呼んでもらった方が早いわ、レスキュー隊員呼んで、その方が多分早い、呼んで呼んで、うん、気持ちは嬉しいけど、うん、自己犠牲の精神はね、うん、頑張って頑張ってって、うん、頑張って言うてるな、うん、面白いよって言ったら頑張る、まあ、最終な、分かったっつって、うん、もうちょっと取れたか取るわっつって、うん、今かわいい、今かわいいって言うわ、今かわいい、かわいい、ほんとこの顔がってなるよね、右足に崩れてるって右足に崩れてるほほ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 ほ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございますね。うん、いやー、うん、おもろいね、うん。究極の選択。まあそうやな、うん。どっちか選べ言われたら難しいわな、そらな。うん、どっちも選べんもそんな。無理だ。だってもう友達誰並べられても俺選べんもん。だって。無理だ。誰が一番とかないもん。わかる。うん。なんか友達で、友達と友達で。出されるとちょっときついね。きつい。うん、母と恋人はまだ条件がな、うん、ちゃうもんな。そうそうそう、うん、頑張って助けてみて、うん、まあ無理だったら、まあ、自分も行くかってなる。しゃあね。おらも死ぬか。しょうがね。やっべっ。やっべ、助けられなかったわ。二人とも上がってこなくなったわ。うちも行こうってなる。こぼこぼこぼっつって。そういうとこあるわな、うん、うわ、あ、小さい頃好きだった駄菓子だって、かば焼きさん太郎、うわ、まあまあそら美味しいわ、そら、すだこ派やったな、うわ、俺なんだかんだ自分で買わなかったんだけど、うん、あの、うわ忘れた、なんかの海苔、なんかこう丸くてカスカスのカールみたいな感じで海苔塩みたいなのついてる、カッパじゃない、カッパじゃなくてカエルがモチーフのなんかね、あ、キャベツ太郎、あ、それ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 、キャベツ太郎好きだったな、キャベツ太郎はガチでうまいね、でも自分で買ったことねえんだよな、今でも食べるわ、キャベツ太郎、いや美味しいよな、キャベツ太郎、あとコーンポタージュ食べる、あー、わかる、コーンポタージュうまいね、うまい棒のコーンポタも美味しかった、話とは違うんだけどさ、ああ、うん、コンビニに売ってたポケモンの指人形わかる、わかるわかる、ちょっとわからんわ、あれ、え、うん、マジ、うん、ポケモンのなんか指人形となんかちっちゃいなんかラムネみたいなのがついてるのがあったんやけど、それを毎回幼稚園の帰りにママに買ってもらってね、一匹ずつちまちま集めてた、うん、結構金かかるね、それめっちゃ買ってもらうやん、毎日1体ねー、ママほんと最終的に500体ぐらいおった、お前すごい、育ちいいなさってはお前、ねー、めちゃめちゃ、でもそれで幼稚園行けてた、あ、なるほどね、モチベーションやったんや、それがご褒美すぎてもう行きたないってなってたけど、それで幼稚園行けてさ、買ってもらえるしな、つって、うん、すごいね、うわー、ガキの頃な、そのお菓子コーナー、やらしいな、あれだってお菓子コーナーのところにさ、おもちゃ付きのやつ並べとんのやな、う
食顔はね欲しくなっちゃうよ、うん、あれおもちゃメインでラムネつけてるだけやん、あれあのラムネつけることによってあくまでお菓子ですっていう体裁を保ってあのコーナーに並べるっていう商法やからね。いやほんとすごい頭いい、まんまとガキの心がっつり捕まるとってもハマるんよな、うん、何々レンジャーのなんかロボットみたいな、そうか、もうそこそ男の子なんかいくらでもあんねんそんな、あるある、今でもあるよ、うん、買ってもらえるまで俺泣くのやめんかったからな。いやー、そういう子スーパーにだいぶ面倒な逆やった。あ、そうなんや、うん、トイザラス行ったら終わりって思われてた。いやトイザラスなトイザラスにこいつ入れたら終わりって思われてたから。いやまあそらそう、天国じゃんねえ。いやあんなワクワクする場所なかったよな。いやない、すごかった、なんかほんまにない、もうこの世のおもちゃすべて集まってるって感じだもん。いやそう、だからシルバニアファミリーのさ、うん、人形は変わんのよ家だけ買うてもらうんよ家だけ買うてもらって、そこにポケモンの指人形を並べる。あ、なるほどね、なるほどね、もうあるぞとこっちは、全然バンギラスとルギア結婚させてあのハンバーとか産んでたもん普通に。わかるわ、どういう流れ、うん、わかんない、キメラみたいな感じ。もう 親も子も全部びっくりしてる、そうだもん誰みたいな、誰の子わかる、うん、人形遊びやるよね、やる人形か。なんかハム太郎の人形持ってたんやけど、あの、うん、おでこに穴開いてそこに指ほじくって綿引き出しとったな。え、かわいそう。怖すぎる。サイコパシー。なんかたまたま穴が開いて、はい、指突っ込んだらまた出てきてるから、シュ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 っつってこう。大丈夫？怖いね。怖いね。ノーワタ引きつってね。へっへっへっ。クシクシッ。怖いじゃない。明日もきっといいことあるよねじゃない。ロコちゃん、ロコちゃん。殺して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 いや、ぬいぐるみな、好きだったな。ぬいぐるみ好きだったな、うん、めっちゃ集めてたわ。でもやっぱ子供の頃はいいよね、そういうの。夢あるよな、なんかワクワクしたな。とかは今でもちょっとワクワクするわ。あのゲームセンターとかで UFO キャッチャーとかね。あー、いやそうね、絶対取りたなるわ。ちょっと欲しくなっちゃうね。あの、なんかね、おー、しかも、うん、歴代が古ければ古いほどテンション上がる。それはまあそういうな。今ここにワニの子いるんて。うわー、それは熱い。なんかピカチュウはさ、どうしてもレギュラーや。うん、おるおる、いつでもおる。でもなんかニャースもまあその辺付随するのと、あ、まああの人影リザードあってもまあまあちらほらおんねん。まあまあちらほらちらほら。そんな中ワニの子ね。え、そう、今ここにワニの子いるんやってなる。ちなみに俺人生自分のお小遣いで初めて買ったものがワニの子のぬいぐるみやったから。ワニの子超好きやったわ、ちっこいの。いや可愛いよな。アニメも可愛かったよね、あれ。うん、好きだったな。でなんかワニの子の吐く水鉄砲がもうほぼハイドロポンプやねん。強いんや。ワニの子は水鉄砲を捨てバッシャーッボーッと壁に穴開けるから。ワニの子かわいいわ。うん、いいね。元気やし。うん。テンション上がるわ。うわ。え？なんかいろいろ来てるなと思って、これ披露やめようと思って。あ、いろいろありがたいですね、うん、ありがたいですね、うん、何でも何でも答えてあげる。何でも答えちゃうから、何も NG ない、うん、じゃコメント見よっか、コメント、うん、じゃあ何も NG ない。それまでの間こう二人の最近あった驚いた話とかないの、はい、最近驚いた話、うん、驚いた話、もう頭回んね。俺からあ、驚いた話して。俺なんかあのコンビニでさ、ちょっとどこか伏せるわ、うん、コンビニ行ってな、近所の、うん、でなんかまあレジ行ってお会計したやんか、うん、でお会計してお釣り行ってくんだけど、なんかお釣り多かった、うわーみたいになったやん、あれっつって、うん、合わんなみたいな、
俺1000円出したのになんか1020何円みたいな感じになってて、その払った金額が。でなんかまあその分多く返ってきてて、ちょっと計算がおかしくなっちゃって、えみたいになって、うん、これ多くないですかって一応言ったよ、はいはいはい、で言ったらそのコンビニ店員さんに、なんかアルバイトだよな、めっちゃふわっとしてて、うん、あなんか多いですねって言われて、うん、でもこういうのさなんかこう、うん、お金の金額合わなかったら困るやん、そんなお店が。そうね、うん、ちょっと大丈夫かっつって聞いてみたら、なんか前のお客さんがこうもらっていかあのえもらって行き損ねたお釣りですね、いや、あらま、えあらま、うんうん、でもそれであのその人驚いたんがラッキーですねって、ラッキーですね、なんでラッキーいやなえっもう面倒くさいから全部募金箱にパーン突っ込んで帰ったもん。面倒くさいわ。もうその客がお金やっぱもらってたから返して言うてきたらどうすんねんって話やんな、そんな。ね、気にするじゃん、すごい、どんなんやんって、ね、自分の財布から出すんかな。いや分かんない、いや知らんぷりするやろ。ねえ、うん、ちょっとアルバイトとしては良くなかったな、驚いた話。びっくりした。ラッキーちゃう、たまげるわ、うん、少なくとも俺は困惑しとんね、うん、なんかさ、うん、最近ではないんだけど、うん、驚いた話っていうか、うん、まあ、ちょっとやるせない話なんだけど、うん、なんか AirPods Pro わかる？あ、うん、AirPods Pro あるじゃん、はい、それをさこうちょっとまあいい感じにふえって酔っ払って、うん、タクシーに乗って、うん、で AirPods Pro をして、うん、あのこうタクシーで帰ってたわけよ家に、うん、で帰ってて家に着きました、うん、で降りるじゃん、うん、で降りてそのまままだ自分の耳に AirPods Pro ついたままなんよ、うんうんうん、はいはいはい、で家に入って玄関であれなんかないって気づいたら、うん、AirPods Pro のケースがなかったんよね。え？ああ、はあはあ、そうで、そうだからケースがないと充電もできんやん。うんうん、あそうなの。だから、うんうん、やばいケースないってなって、でもタクシーの中で AirPods Pro のケース開いて AirPods 出したから、うん、絶対タクシーの中にあるんよ。まあそうやな、そうなんな。うん、で、うん、タクシー会社と電話して、うん、あのケースありませんでしたみたいな聞いたらないですって言われるんよ。はい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 。ないのに、はいはいはい、まあね、絶対あるのにないですって言うんよ、うん、でもういやでもありますよねっていうのもなんかおかしいし、うん、まあそうやな、ないだ言うてんだから、探してもらえませんかみたいな感じ言っても、はい、いやないっすねみたいな、はいはい、言われて、はいはい、で結局、うん、なんかまあ後々話聞いたらそのタクシーなんかタクシーの人って人によるらしいんだけど、うん、ちゃんと親切に交番に届けたりして返してくれる人と、うん、なんかもうめんどくさいからって言って、うん、なかったことにする人とで結構分かれるらしいよね。はいはいはい、多いだよな、うん、でそれで、でなんかまあもうじゃあもうしょうがないから買い直すしかないんかと思って、うん、でも言うて片方だけがなくなってるやん、うん、そうだからまあ買えるやろ別でと思って、まあ、アップルストアこう覗いて、うん、見たら、うん、なんか耳だけの方、うん、耳の方は別売りで売ってるんだけど、うん、ケースだけの方は別売りで売ってないんよ、うん、なんか不便やないらそれ。そうケースだけはもうその AirPods Pro ごと買わなきゃいけないよ、うん、本体あんのに、そうだから、うん、そうもう本体あんのに、うわもったいねってなって、もう 3,4 万ぐらい高いのにさ、うわもったいねってなりながら、うん、AirPods Pro をね最近買い直して、最近結構前だけど買い直して、うん、でまだ耳だけの AirPods Pro がさ今私の横にあるんだけど、うん、すごい悲しい顔してる俺いつケースに入れてくれるのかみんなわかりますか、これがあの俺ら何のオチのつけ方ね、悲しい顔してるって、うん、顔なんかないのにもかかわらず悲しい顔してるってつけことで、ここ笑うとこやでってオチをつけんのよこれ。そうわかる、ここだよって笑えドン、わわかる、本当にやるせない、うんうん、やるせないね、やるせないね、うん、人によって違うっていうのがやるせない。だってこれね、バラバラ先生方ただの愚痴やからなこれな。うーん、そうなんよ。いやーそれなかなか痛い出費やな、辛いでしょ。だしなんかケースだけ売ってないっていうのもちょっとわからんくない？まあまあそれもそう、なんでやねんみたいな、うん、そこ、まあ、そこ欲しい
うん、確かに、まあ、ケースだけがなくなることってあんまないんかな。まあ、ない、まあ、耳がなくなる方はあるんだろうね。まあ、多いやろね、うん、だから売ってるんだろうね。でも片方なくしたりもするやん。するするする。でも両方がいいやん。うん、うん、あ、そうなんや。まあまあそうなるやん、どうしてもね、イヤホンやから。リンゴくんそういうとこあるもんな。ケースなくして結構俺、まあそうやんな、切ないわ。いや、でもちょっとタクシーの人に、いや絶対ありますよねっていうのもちょっと申し訳なくてね、うん、自信そこまでないわってなるね、うんうん、え、それってそのタクシー運転手に直にかかる電話やったん？うん、直。だから一回その経由して会社を、うん、でも番号とか儲かるわけやん、うん、領収書もらってるから。そうやな、うん、それであの繋いでもらったんよ。なるほどな。直接、はいはいはい、そう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 、うん、でも無理やったね。タクシー運転手ってマジで人によって雰囲気ちゃうわ、ね、うん、そう、人による。雰囲気、おっちゃんおったわこの前、めっちゃ気分よかったわ、うん。いや、雰囲気おっちゃんの時はいいんやけどね。まあね、ちょっと急いでくださいって言うとワイルドスピードで行きますわーってそれはね、おもろいわ、好き、そのおっちゃん、いいな、ついにいただけたらみたいなワイルドスピードで言って。いや、それはセンスあるわ、いいな、うん、タクシー運転手らしいコンテンツをちゃんと把握してるのにポイント高いな。ね、ワイルドスピード知らない人の意見に言うとね、なんかあのめちゃくちゃ爆速で目的地に着くタクシーの映画になるな、うん、もうドリフと壁橋なんのそのみたいな、もうすごい。いや、そう、もう、うん、ギュンギュンよね。早く目的地に着くためなら何でもするみたいなタクシー。そうそうそう、ワイルドスピードですね。おもろい人いるよね。コメント拾えた、いくつか。何？さっきおすすめのアーカイブ俺とメタちゃん話したやん、日朝とモノマネマリカと。ばあちゃん話してなかったね。うそ、そうだっけ。うん、ばあちゃんのおすすめアーカイブどうぞ。ばあちゃんは徹底調査シリーズがおすすめとなっておりまして、特に面白い回はですね、まあ、うん、歌いメイカさんが来てくださった回と小森美斗さんが来てくださった回となっておりますので、ぜひその2つのねアーカイブを見ていただけたらなって思います。はい、はい、お願いします。まあ見やすいな、徹底調査な。徹底調査見やすい。俺の時とかだってすごいテーブルに生肉ドーン置かれたからな。あ、置いた置いた、うん、でも多分メトの時は何言ってるか分からへん。どういう収まりきってないのよ、話したいこと。あ、なるほどね。そうだよね、すごかったもんね、あの日もね、うん、え、もう時間だーって舌が回って回って、ね、そうそうそう、楽しいよ。そりゃすごいこったな。楽しいよね、楽しいよね。なんでみんなトイレ行かんの？確かに トイレ行きんよ。行きよ。なんでばあちゃんだけこんなトイレ行きたがってんの？カルンケア送ったろか？送ってくれる？え、でもそろそろおしっこ行こうかな、ちょっと。ああ、行っといで行っといで。うん、あの尿意。俺全然ない。尿意、尿意。トイレ貸してーメイカさん。はい、いやいやいや、行ってらっしゃい、はいはい。行ってきまーす。はい、で順番に行って1個しかないから順番に行ってもらって、はいはい。でね、いやかいわ。今ね、水、俺一滴も飲んでなくて今。やっぱ水ってすごいんだね。全員分の酒飲むときよりは回ってる感じするわ。なんか、ふわっとしてる。ふわっ。なんか目の奥の上の方が、もわってする。ワインもやっぱ飲むわ。ちなみに飲んだのは、更新めんどくさくて言ってなかったんやけど、ピスナー、このピス、プリスナーウルクエル飲み終わった後、ロベル君のおすすめのね、キスオブファイヤーもね、ちょろっとしか飲んでなかったらそれ飲んで、日本酒やね。で、今ワイン飲んでる。ちゃんぽん！ワインもいっぱい飲もう。ポン！ワイン冷やすと美味しいな。前飲んだ時より飲みやすい。よっこいしょー。よっこいしょー、1、おかえり。はーい。
ただいま。よし。ふう、楽しいね。楽しいね。いっぱいこれ飲んじゃうから。さっきいっぱい飲んじゃうからね、こんなんね。いっぱい飲めちゃうんだから。飲めちゃうんだから。よしよしよしよ。うちのトレどうやった？あ、もうなかなか。うん。なかなかお綺麗でね。なかなかね。部屋は結構和風なのに、あのトイレは洋風なんですね。このご時世、仮賃貸でボットンはないやろ。なかなかな。ね、そう、やっぱ偉い部屋が和風やな思ったんで。あ、そうやな。うん、そう、畳の部屋でやらせてもらったんです。ボットンの可能性もあるかな思ってたんですけど。よかったよかった。意外と洋風でちょっと安心しました。ちゃんと東東印のね、ちゃんとね。トイレですから。そうですね、素晴らしい。もう素晴らしい。ウォシュレット付き？うん、ウォシュレットも付いておりますね。うん、最高。俺ガキの頃ウォシュレットボタン間違えて押してさ、うん、いきなり水ピャー来てうわーってびっくりして飛び出して、あのあのトイレの扉にビチャビチャって水がこうかかったのがトラウマでビチャビチャだったよ床。それがトラウマで俺もう一生使ってない。メト、うん、ばあちゃんがトイレ掃除しよるときにそれ間違って押してもってばあちゃんの顔にトイレブブブブ。ぶち。ビでめっちゃかかったことあるわ。めっちゃおもろいやんそれ。ばあって。めっちゃおもろい。ばあちゃんごめんって。ばあちゃんごめんって。あんたメガネびっちゃびちゃじゃないって。メガネ捨ててよかった。メガネびっちゃびちゃじゃないか。もうベトばあちゃんもテンション変わらんの笑うなマジ。ごめんばあちゃん。仲良さそう。身内のおもろい話ないの？なんか身内のおもろい話、身内のおもろい話、うわ、身内、お兄ちゃん、ばあちゃんの身内ってなんだ。同じ箱内でもいいよ。はいはい、同じ箱内ね。うん、うち実の兄いるんだけど、うん、うん、お兄ちゃんがパチンカスなんだよね。ああ出た出た。おるよなそういう人な。うん、そう、人にはオンラインゲームに課金すんな言っといて。自分はパチンコだ。パチンコ、パチンコないよ。メゾ、ちょっと手伝ってほしいことがある。いやわ、うん、かった。落ち読めた。ギャラで終わりってこと出た。はいはいはい。でででで。ずっとも、まあ分かったよっつって、うん、じゃあ明日朝4時に起きてって言われたのに、うん、おいおいおい、よし4時ってなって、それきついわ。うん、でまあまあ一応4時に起きて、うん、でどこへ行くみたいな感じで連れて行かされた場所がまあそのパチンコ屋さんで、ね、まあそうですよね、うん、なんでね、なんでこの来たんやと、うん、よくわからない抽選券を持たされて、朝5時から、うん、開店までずっと並ばされた。うわ、かわいそう。真冬。いや寒いよな。寒い、マジで、うん。それもあったし、うん、なんかやっぱさ、スロットとかパチンコとかやってる人ってさ、その人だけのさ、なんか、うん、その人たちだけが分かる単語とかあるやん。あるね。うん、その中に小ゼロクっていう単語があるんだけど。あ、分からんわ。小ゼロク。どういう意味か分かる？分からん分からん。これ絶対小銭が？でね、これ絶対何何？これ絶対設定6やっていう、あー設定6略らしいんやけど、一番当たりやすい設定やな、設定6ってな、例えばなんかうち、まあ、そういうことを言う、大のことを言うらしいんだけど、うちのお兄ちゃんはたまにこうテレビとかの CM でさ、可愛い女優さんが出てきたとするやん、はい、うん、うわこの女優さん初めて見た、小ゼロクやんって言うんよ。もうなんか応用編わからんわ。そのそう、もうだから、うん、もうこの女優さんも設定6並みに可愛いんだよなんて。何やねん、可愛いな、周りくど、全ての物事がパチンコを基準に考えられているのがもうだいぶやばい、全てがそれで回ってるんよ。だからお前ほんまに相当キモいからやる動画やる相当キモいってこの女優さん小ゼロクやんはまあキモいな、褒め言葉じゃないもん、小ゼロクやっつって、だって、うん、もう設定で考えてんのがもうエグすぎて、いやーやりすぎやなパチンコな、一回ちょっと人生やり直した方がいいそう言うてるあの日メイプルストーリーの課金を止めてくれたお前はどこに行ったん。いやほんまやで、うん、今の許しくれ、ガチ説教した、うんガチ説教パチンコな、うん、中毒もなるよな。実兄の変な話ですね。うん、パチンコはね、怖い、
あの、うん、後ろの人がもうすごかった、もうめっちゃ盛り上がっとってん、はいはいはい、ガローっていうブランドの台を売ってあって、うわ聞いたことある、うん、まあなんかドラマになってた、そうそうそう、ガロー剣を差し込めとか言ってバチーンなるやつ、うん、なんかもう後ろもうババババン、うわーガロー剣を差し込めバチーン、うわーなってたんよ、うわーえらい賑やかやな思っとって、うん、賑やかな思うとったら、もうその後その席立ち会ってさ、どれぐらい買ったのやろって思ってチラッと見たら、もうあの560回転みたいな一発当たってんねん、音だけ当たってないの、うん、結局あんだけ盛り上げて最後はデューン、わかんねや、うん、えぐい、うわー難しいな、ギャンブルハマった飽きまへん、いやそこで当たる時の気持ちよさがすごいんやろな、へえ、なんでパチンコ話だったんや、じゃあ次パチンコの話しちゃった、次次かわいい質問やな、初デートはどこに行きたいですか、やってどこも行きとうない、やつすぎやろ、ばあちゃんばあちゃんばあちゃん、もう家でええで、家で家でええな、もうね、もうね、外出めんどくさいな、このご時世な、そうそう、うん、え、みんなどこ行きたいの、何どっか行きたいの、なんだろう、初デートでしょ、うん、なんだろう、じゃあカラオケ、はい、俺の歌聴いて気持ちよくなってもらおう、気持ちよくなるわ、もう、うまいって言われて気持ちよくなるわ、俺それも、初デートか、なんか普通に軽くご飯食べるだけでいいや、サイゼリア、そうよね、サイゼリアでも別にでもサイゼでさ、間違い探し一緒にしてくれるカルキは最高じゃない、それがいいね、それがいい、ね、最高じゃんね、真剣にやってくれる、これ違くないっつって、そうそうそう、うん、そう、あ、サカサカも言うてる方はっすね、そこはもうやったって喧嘩になりそう、そういう、うん、そういうのをな、なんか乗ってくれる人はいいな、うん、な、うん、いいよね、いいよね、うん、がん、そういう、もうなんか軽くご飯食べて、うん、軽くバイバイってできるのがいいよね、いいね、いいね、うん、あんまこう気合い入れちゃうとしんどいかな、とかな、しんどいしんどい、ディズニーとか動物園とかちょっとし、ね、うん、しんどいね、疲れるってなる、うんうん、確かに、それは皆さんは、メイカちゃんは、俺カラオケで気持ちよくなる、カラオケで気持ちよくなって、うん、どこにも行きたくなって、メイカ君って歌うまいなっつって言われたいだけ歌上手だねって言われただけ、もうあの一発目俺あのメリッサやで絶対、俺のお箱、うん、みんな知ってて俺が一番うまく歌えるやつ、自信あるやつ、自信あるやつ、カートーっつって、カート、うん、カート、たびみとは答えたっつって、たー終わりなどはないさって、あれメリッサ、羽馬ライダーやって、あれ羽馬のように乱暴だけど、あ、両親、それでも遠くまで運んでくれる、上手上手、うそよ、あの音気持ちいいね、ただ必死にしがみついてたら、ここがね、大好き、歌うべて得だね、メリッサか、得だね、アゲハチョウか、月光かやな、うわ月光か、あのさ、カラオケって一発目一番大事やん、いい、ね、なんか大事、俺初めて行く人には絶対安定して歌う曲歌うんよ、うん、で勝負、なんかちょっと初めて歌う曲やなとか言うのは後回しにすんね、うん、うん、そうすることによって、なんかあの、あ、メイコ君って歌上手なんだなみたいな先入観を植え付けることによって、あ、この曲は挑戦した曲なんだなというイメージにしてもらうわけ、最初にその挑戦曲を持ってきちゃうとさ、はい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 、なんかあのグダグダ歌ってる人やなみたいになっちゃうやん、はいはいはい、うん、なんかもう自信のある曲を一発目パーンかまして、おーって言ってもらって、で気持ちよくなって、好きな曲歌う、予防線、そう、俺はこれぐらい出せるんですよっていうポテンシャルを最初に見つける、見せる、なるほどね、うん、ポルノ好き、カラオケ歌ったら何、じゃカラオケ行ったら何歌うの、じゃあ一発目、まず一発目は、うん、マジでこれありがちなやつなんやけど、履歴から見て選ぶ派、うん、あー履歴ねー、うん、前の人は何歌っとったんかな、あこれやん言って選ぶ派、まあわかるわ、カラオケ行きすぎてもう選ぶ基準なくなってもうて、それに頼ったことはいっぱいある、これっていうのはないよね、うんうんうん、
で、なんかそのえそれで例えばどういうのあるの、あの残酷な天使のテストとか。あ、全部絶対ある、絶対ある。なんかカラオケランキング毎回1位やんだな。あの、 うん、あのさ、なんだっけ、生き物係とかさ、あーねーとかめっちゃあるし、まあ、最近とかやったらやっぱりリサさんのさ、グレンゲとかな、グレンゲ、うん、そう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 、そとかもめっちゃあるね。あ、ずっとあるね。あるね。人気なんやね、うん、歌わへんわ、ばいちゃん。カラオケ行っても、カラオケ行っても、あ、なに、あの、にぎやかしちゃんと、あ、そうそう、ずっと聞いてるだけで、履歴だけは見る派みたいな感じ、うん、あー、え、でも僕ご飯おかず、ばあちゃん上手にたどったやん。あれはあんた家やからや。あ、人前で歌うと恥ずかしいタイプ、うん、そうそうそう、あーね、恥ずかしいタイプな、なるほどね。なんか友達みんな歌うめんだもん、ムカつく。そんな上手な歌の後にさ、歌いそうないってなるの。そうそうそう、マイク渡されたとてやめなさいよってなるから、タンバリン貸してくださいってする。あーね、わかる、うん、耳がいいとな。めっちゃうまいねん。あー、見たい、マラカス振ってほしい。マラカスうまい、のめっちゃうまいね。俺タンバリンうまいで、タンバリンうまい、うん、取り合いや、タンバリン、すごいで、もう取り合いで2人でいいんじゃん。あ、そうか、ハモればいいんじゃん、タンバリンで。待って、誰も歌う人いなくない。本当だ、いないじゃん。びっくりしちゃった。誰が歌うんだい、うん、びっくりしちゃった。うん、いや、いいんじゃん、盛り上がる、うん、オンボーカルのカラオケ音源なんかそうだじゃん、うん、それか店員さん呼ぼうぜ、うん、あー、店員さん歌うまそう、うん、うまそう。まあ、カラオケボックスに勤めるぐらいからカラオケ好きなんちゃう？うん、好きそう、うん、いやー、そうね、やっぱなんか俺の友達でさ、うん、まあ、めっちゃ音痴なやつがいるんだよ。うん、うん、めっちゃ音痴やねんけど、めちゃくちゃ楽しそうに歌うね。なあ、いいね。俺めっちゃ気分よくて、そいつのカラオケ、なんかその、ただ、なんかその、やっぱ俺もさ、生地ちょっとうまいやん。そのなんか、うん、でもクラスでまあ上手い方みたいに入るんよ、比較的、うんうん、歌える方みたいな、はいはいはい、でもなんかそうなってくると、やっぱこうみんなこう萎縮しちゃう瞬間とか感とかもあるわけよ、その、うんうんうん、でなんかそんな中でそいつはもう何の気も全然関係なくバーン歌うよ、もう自分の技で、もうなんかそういうとこすごい好きで、俺一緒にハレハレ愉快を一回歌ったよ、一緒に、うんうん、あいつメインパート歌ってるつもりなんやけど勝手にハモり出すからな。音痴すぎて勝手にハモるからね。たまに気持ちよくなれるやつ、ね、ワークレージだけな、うん、そうそうそう、マジ可愛かったわ。いいね、いいね、うん、楽しそうに出るやつがいいな。うん、確かに楽しそうにやってくれる人がいいわ。いいわ、うん、子供の頃一番後悔してることやって。子供の頃一番後悔してること。後悔、案外覚えてないよね。覚えてないな、覚えてないな、もう今何も考えてないよ、おばあちゃんは。なんか今が楽しいからあんまり後悔引きずらんね、うん、そうよね。多分10年前とかやったらそれも出たんやろうけど、なんか、なんかさ、昔にタイムスリップするのはいつの何歳がいいみたいなのあるやん。なんかね、俺はもう戻りたくないね、今となっては。お、今が一番楽しいから。ほう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 、うん、過去に戻ったところでしゃあないしさ、活動やってない時期やし、そんな、そうね、うん、なんか俺は今がもう一番楽しいから戻りたいとは思わない。へ、だから後悔してること多分ない。後悔してること、後悔してることがあるから戻りたいとかじゃないけど、うん、うん、今の楽しさとさ、その時の楽しさ違うやん、ジャンルちゃう、違うね、うん、そうそう、だからなんか、あの時の楽しさもう一回味わえるんだったら、この時戻りたいなっていうのはある。あ、それはある、うん、それはわかるわ、うん、だってあの公園で、砂利の上の公園でさ、砂利の上で遊戯やってたもんね、うん、ずっと。あ、だけど、砂利ジャリの砂の上でカバーつけてさ、うんうん、遊戯をやってさ、デッキ作成するとき、砂利砂利っていうね、砂巻き込んで、懐かしい、あの時楽しかったな。そういうのはある、確かに。ほんまにおもろい、なんかいろいろ知りすぎちゃったよな、俺らな。
なあ、もう大人になってしまった。ああ結果大人になっただね。お酒も飲めるんですよ、もう。てかな、そうなんですよね。ちょっとな、ちょっとや。ああ、あくびしちゃった、ごめんなさい、止まんないよ。もういいよ。あくびが出ちゃいましたね、つられて。ごめんなさい。配信中にあくびなんてね、しちゃいけないんだ、わかるか。いいんじゃない、別に。しちゃった。うちの配信は OK なんで。ありがとう。ありがとう。ワインが美味しいな。でてん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 この前ね、あはい、洗面器で溺れた。えなんかさ、はい、あの座る、何あれ、座るやつってなんていうの、お風呂場の座る椅子あるやん、なんかあるな、うん、あの椅子の上にお湯を入れた洗面器置いてて、うん、でその向こうにあのボディシャンプー置いてて、はい、で湯船の中から手を伸ばしてボディシャンプーを取ろうとしたの、はい、うん、めっちゃ伸びた結果つるんってなって、顔からその椅子の上に置いた洗面器にバシャーンって入って、でも両足浮いてるわけ、あのお腹だけで支えてんのよ体、なるほどね、そう、その状態になってもうパニックで溺れた。怖かった。怖かったな。怖いよね。怖いよね。怖いな。怖いって。本来自分も怖かったよ。冷静に手を地面について押し上げれば済む話なんよ。え、無理無理なんよね、あれ、うん、パニックだからね。怖かった。思う。そんなトラブル日常生活ある？あれやろ。え、ある？なんかあるかな。おかんはいっぱいしてるけど、俺は。お母ちゃんいっぱいしてそう、うん、お母ちゃんいっぱいしてる。おもろいね、あの俺の好きなもの配信何度も話してるエピソードやんけどさ、うん、あのおかんがいきなりステーキってステーキ屋さんあるやん、はいはいはい、はい、あのステーキ屋さん行ってな、まあちょっとたまには出しとろかよって言ってたやん、うん、うん、でそれでご飯食べるときにあのテーブルにすでにね置いてやんねん、よく振っておかけすくださいって言ってステーキソースが置いてあんのよ、あのお茶を入れる急須、急須っていうかなんかこうあれに入ってんで、もうボトル、はいはいはい、はい、うん、それにスープがあったかい状態でもう保温 で入ってて、よく振っておかけしてくださいと、で他何を思ったか、そのよく振っていたら、まあ、俺の中でも前後にこうカッカッカッて振るぐらいかなと思ってたよ、うん、でおかんこうこうあのこう上下にねじれ出して、わかるかな、こう手首を180度ひねる形で回したんよ、うん、グリングリングリンって、うんうんうん、でそしたらあの人こぼれるわけ、はい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 、うん、で、え、おかん何やってんのって言って、いや、あの最近の百均とかすごい進化してるからよく振ってって書いてあってこれもうこぼれへんのかな思ってつって何を言っているんだで、こぼれるこぼれるかもしれんと思ったから自分の白米の上でやんね、一応こぼれても大丈夫に、白米大変なことになるやつ、白米にボタボタってソースこぼれて一緒にいた弟が気使って、お母さんご飯買えようかって、優しい、ええそれ大丈夫やから何やっとんねんこの人おもろかった、おもろかった、家族仲良しかよ、おかんほっこりエピソードいくらでもあんだよマジで、最高やないか、いくらでもある、マジで天然だからおもろい、かわいいね、かわいいね、天然の人が身近にいるっていいね、刺激もらえるよ、おもろい、あそんなことなる、なんでそうなんねんって、そう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 、自分じゃ作りえない笑いや、うん、羨ましくもあるよね、うん、天性のもんやから、よこしょちょっと座り直してあげてね、ねだってね、うん、そうそう眠い？あくびめっちゃ出る。ばあちゃんそろそろ眠いね。眠いか。眠とうなって思った。何時間やった今日は？二時間。2時間半。あら。あら。だいぶ話したじゃないの。話したね。お酒も美味しかった。ばあちゃんも眠そうやし、終わろうか？
終わるか。みんな眠くないの？みんなそんな、あ、まあ、48時間ゲームするやつおるもんな。もう元気やな。さ、まあ、常識で剥がしてだめよ。だいぶ元気。うん、あ、なんか俺もまだあと5杯飲めるわ。おばあちゃんにつられてあくびはめっちゃ出る。出るよね。うん。ポテチうま。まだ次がある。でもなんか今さ、このばあちゃん、気まずいのかな。気まずいわ。ばあちゃんのせいで楽しい時間が終わってしまうこの感じ。ばあちゃんのせいやらへん。キヤキヤ。またすぐやれる、遊んでくれる。ね、もちろんそれこそ、うん、マイクラのあれもあるしな、そんな。あ、そっかそっか、マイクラあるんやった。せや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 。いずや口約束したアバもありますから。あ、せや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 。今のアバ全くわからんけど、どうなんやろうな、あれな。ほら。だって俺前ちょっと前にやった時 DSR もうゴミ吹きだよって言われたら泣いたもん。ああそうなんよ。もう一発で知らんねんて、アーマーの使用上。アーマーがあんの。へえ、いいね、ちょっとやりたいね。見たいね。やりたい。麻雀もやりたい。麻雀も。麻雀またやるべ。酒飲んでやるべ。酒飲んでやりたい。うん、やりましょう。ほな閉めるか。ああ、まった。ほんなら、お疲れ様でした。こんな感じ。お疲れ様です。びっくりしちゃった今。なんか宣伝とかある？宣伝？甘いから肝試し3人でやりました。そうですよ。それは宣伝します。2日と3日ね。うん、2日はなんか3日は夜だけど、2日はちょっと時間見て調整して、うん、なんどっか2人でね、みんなと隙間見つけてやろうか言うて。そうね。まっすね。うん。あ、以上。お疲れー。お疲れー。ありがとう。ははははは。2人までやって楽しかったわ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。また飲もうね。飲もうね。飲もうね。ありがとう。みんなもマシュマロいっぱいありがとうね。ちょっと、俺だけは目通しとくから。もう目で全部切れなくて。ほな。オアシスだからな。オアシスだから。うん。またやろうな。またやろうな。ほな、おつ。おつ。おつ。